こんにちは。暗いやつかよ。こんにちは。あ、なんか入ってる。Wiiにはスカイクロラが入っていました。あれ、スカイクロラのケースがない。神ゲー、神が作りたもうたゲーム、神ゲー。あれ、スカイクロラのケースがない。あれ、なんか熱っ。スカイクロラファイナルファンタジーで鬼リンク何ヶ月配信サボってんだいや、昨日だけで。え、なんかウィーが発熱してるんだけど。これ金城頼んまい。どういうこと。金城武志の出番はもうないよ。鬼武者、鬼武者。ファイナルファンタジークリスタルクロニクル。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルをやります。鬼武者2もやらないからな。てか鬼武者2の時点でもう金城じゃないんだっけ。おい。一旦 Wii リモコン触んないといけないのか、これは。本日も見に来てやったぞ。ありがとうございます。ゼロニアマだありがとうございます。ちょっと Wii リモコンがあった。ファイナルファンタジー山田クリスタルクロニクルクリスタルベアラーのすけさん、こんにイカ略。こんにちは。イカ略になってるやん、いよいよ名前だけで。まあ、クリスタルベアラーではないんですけど。あれ、ちょっと待って、 Wii リモコンが。鬼山田くんちみさ、配信しなきゃダメだよねダメだよめーって何。ヤギじゃん。ヤギがいるぞ。ちょっと待って、ゲームキューブコントローラーで Wii 操作できないじゃん。あれ、頭の調子はどうだい。普通ですね。やっぱ配信頻度に比例するような気がしてます。今日も 2時間ぐらい経ったらみんなでストレッチしましょうね。ちょっと待って、 Wii リモコンがさ、なんで Wii リモコンの電池抜いてあるんだこれ。もうもたもたしてます。いいの、このチャンネル画面いらないよね。まあそれは一人でやれやまあそれは一人でやれ。そんな NHK 教育みたいな配信目指してたっけいや一人でしてよ。皆さんも頭痛に悩まされると思いますよ。配信ばっかり見てるんでしょ、どうせ家で冷房なんてつけて。なぜわかった。タケッチみたいに面白くやってタケッチさんみたいに面白くやって。無理だな、ノーパワーだからな。ノーパワーを心情にここまでやってきてるからな。出ました。さっき扇風機出したよ。地獄のブートキャンプ。ブートキャンプ、よし。これがなんかいきなりこんな始まり方。
PS1 のゲームみたいな始まり方だな。てかゲームキューブコントローラーを大玉以来久しぶりに触ったけど、めっちゃなじまんな、これなじまんだり。あ、じゃあシングルモードでやろうかな今日は。こんにちは。こんにちは。だいぶ遅刻したな。今日はシングルモードでやりたいと思います。おせ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 、マイクは取り外しました。今後ずっとな今日はちょっとね、一人なんで。今度友達を家に呼んだ時はマルチモードで、チャットなんて一つも拾わずに二人だけで会話しながらやるからな。今のところ100点ですね。え、変わつ友達の高橋くんとかだよ。青木、これまた YouTube に叱られるやつだよ。お、虫じゃん。形式なのか一気に下がったの。もう22点も下がってしまった。いた花、ドラクエ10みたいじゃん。減点方式のやり悲しいな。悪いとこばかりを見ることになっちゃうな。メトロノーム合うかな、この大地のリズムみたいなリズム。あ、こういうことか。これで決めれるってことか。何が好きかで語れよ。ああいうさ、動きをしてさ、一緒にプレイしてる人と一緒にこう楽しむやつだよ、今。みんなで同じ動きしようっつって、せーのっつって、スクショ撮るやつだよ。なんか重装備だな、このちっちゃいやつ。要は人間みたいなやつと、コロボックルみたいなやつと、なんか鎧を着たやつか。こんにちは。めっちゃ長いな、しかしオープニング。かわいい像みたいなやつ、ドンファンみたいなのがいいな。馬車引いてた。旅する系のゲームなのかな。FF15 みたいな。そうだね。うわ、さあこれから新たな冒険記を綴りましょう。冒険記の名前はクリスタルクロニクル。まずは故郷となる村の名前を決めてください。ティッパ名前。あ、そう、まあティッパでいいか。鬼が村鬼の里。ダサすぎるやろ。名古屋にするかじゃん。鬼ヶ島にしろ、鬼が村そ
そんなダセー村。名古屋と。鬼が村。漢字がないから。でもティパ村とかになるのかな。境にしろ。栄えに住んでる。長い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 。タイトルだけで怒り役になってるから。鬼ヶ村にするじゃん。鬼ヶでも鬼ヶになっちゃうんじゃない？そうだと。大須観音。なんで観音に住んでんの？これになっちゃうんじゃない？村の名前を決めてください。鬼ヶ。まあいいか。村までつけるか。鬼ヶ村。はあ、ひらがな嫌なんだけどな。鬼がムラムラになったらどうしよう。嫌だな、それリセットするわ。それリセットするわ。ガーリックって準備なしに聞かされたらどっちがどっちか一瞬イカ役。そうかな、ムラムラになるの。そんなことないけどな。いよいよ旅立ちの1年目って何？朝がやってきた。軽く気を張って旅の始まりをわざと感じてみた。街道沿いに良い広場を見つけたので、今日のところはここにキャンプを張って、明日は日の出とともに雫を目指して進むつもりだ。え、あ、友達を呼ぶだって。鬼山田さんこんにちは、わらめちゃめちゃ笑顔の人やってきて、こんにちは。とりあえずじゃあセーブして、大玉以来のセーブをして、古いタイプの笑いだカタカナの、あー鬼ヶ村の村、鬼ヶ村の村、くそヘラヘラしながらチャットするな、全力でかかってこい。惜しい、フグさんが手がけてるからかさがぐさがごいする。そうやな。鬼が村の村。だっせ。ちょっと待って。鬼山だ。大丈夫かな。めんどくせえからいいやろもう。鬼が村の村で。長島の村。すげえ、大喜利の答え出してるよ。ん？ツンツン無造作ヘアバンド頭巾、すっぴん角つき、あー鉄仮面ね。モノホーン意外がアロマヘッド黒魔導、ウルフヘッドシャークアイベアフィストラクンテール、めっちゃかっこよくない？セルキーめっちゃかっこよくない？あ、角つきね。あー、でもあれでしょ、要は角つきか。思ってたんと違う。こんにちは、ちょっと見ていこう一応。確かに佐賀感だね。聖剣伝説感とも言うけど、まあ角付きにしとくか。まあ決まり。何これ、親の職業を決めてください。もうロマサガじゃん。鍛冶屋、粉引き、裁縫屋、漁師、商人、まあ、商人なのかな親の職業。農家、牛飼い、錬金術師。じゃあ商人かな。フックストレーダー、リルティ角付き、かわいい。キャラは8人までいけるし、いろいろ試してみたら。これ要は、あ、でもレベルとかはないの別に。素敵な音楽流れてるくせえな。錬金術師高収入そうだな。そうやな、多分インチキ野郎だけど。さてと、ミルラの雫だ。みんなそれを持ってる、待ってる。俺たちも村長もみんなそれを待ってる。
もちろんミルラの雫だけじゃなく、あなたたちが無事帰ってくることもね。大体の人はなんか何らかの承認を全部そう、現代の錬金術師と言えるでしょうね。なんてことない水を高額で売ってんだから。商人の息子鬼山田は父ライル、母カロン、姉キャル、弟ダナクに見送られ旅立っていった。鬼山田だけちょっとネーミング間違ってないか、もらい語感が出てる。そもそも水素は水にそんなに溶けるのか。さあ H10O とかされてるでしょ。十字ボタン、鬼ヶ村の村や。なんかこういうステージクリア型みたいな、違うの。お勤めご苦労である。おや、鬼ヶ村の村のキャラバンかね。新しく作ると聞いていたが、良い目をした若者だな。私はソウルラクト。聞くよね、なんか。次は酸素水や。H2O10 なんでしょうね。我々のキャラバンの歴史は古くてね。いやまあその話はまたいつかにしよう。お前と喋る時はないけどね。スティルツキンさん、活性酸素。モーグリかこれ。みんな水に効果を求めてくるから。鬼山田も鬼水ろう。鬼水、武田組の何に効くんだ。藤原紀香だけは大嫌いです、よろしく。なんか関係あんのかよ。だいたい武田久美子のファンは藤原紀香好きなのか。俺はただの旅好きモーグリさ。旅していると何かと詳しくなって、何かと詳しくなって。溶けます。チュートリアルか、教えて。顔の系統が違うから、ね、ところで君、一人で戦うつもりクポ？それは大変クポ。モーグ錬金術ってファイナルファンタジー11の流れで言えば薬師の可能性。モーグリのくせに偉そうだな。でもなんかでかいモーグ。クリスタル山田クロニクルのこんにちは。チュートリアルは商人はなんかあれかな、お金が増えるとか、もらえるお金が増えるとか、そういう系のやつかな。 B ボタン、はい。この世界について、なんかこの世界は正気というものに覆われていてとても危険だ。正気に触れ続けると体が傷つき、やがて倒れてしまうだろう。その正気からみんなを守ってくれるというのがクリスタルだ。町や村にはクリスタルがあり、その力によって正気を退けている。クリスタルの輝きを保つためには年に一度ミルラの雫で清めなければならない。ああ、なるほど。そのミルラの雫を求める旅が、すなわち君たちクリスタルキャラバンの旅なのさ。そしてミルラの雫を貯めるに使うのがクリスタルケージ。縮めて言うとケージね。ケージはミルラの雫を運ぶだけでなく、キャラバンのみんなを正気から守る力がある、うん、持ってないですよ。 PS の一番新しいやつよ。そうやな。フルスタッドのためミルラの雫を貯める旅は、世界の各地にあるミルラの木を巡る旅だ。めちゃめちゃ毎回やんなきゃいけないじゃねえか。魔物と戦う。ミルラの木から一度に取れる雫はちょっとずつなんだ。確かにな。物の価値。一度雫を取ったミルラの木からは長い時で2年ぐらい次の雫が取れないから、あーなるほど、はい。この世界は所々で正気ストリームと呼ばれる強い流れによって遮られている。正気ストリームの持つ属性とケージが持っている属性を合わせて正気ストリームを突き抜けないとダメなんだ。はあ、火、土、水、風、はい。
なんかパズルなのかもしかして。ホットスポット。ケージの属性を通りたい小規模の属性と合わせたら勇気を出してそれに飛び込んで、なんかパズルっぽい感じなのかな。一度ミルロの雫を組んだ場所なら場所で移動するだけで属性を選べる。あ、はいはい、こっちか。持つ。こういうこと。旅行だからね。また鬼山田の山田が国運の配信でパージしてしまうか。久しぶりのファイナルファンタジーですね。正規ストリームが、ん？待ってよ。こうして。分かりづらいな。正規ストリームに突撃するんでしょ？え？僕に任せるコポーっつってるけど。ゼロ式2周目箱根と並行してやっていくの。いや、ゼロ式2周目をやる予定は今のところないんですけど。モグ何も。またクリスやってんのけ。クリス編です。どういうこと。まあ今はあれか、そんだけか。 A ボタンで攻撃します。ホイさんはそんなに何周もする必要ある。まだスペシャルトレーニングみたいなやつもやってない。はい、必殺技です。 A ボタンを押しっぱなしすると現れるターゲットリングを十字ボタンを動かして敵に合わせ狙いを定めて A ボタンを離す。そんな、こうして長いのかな、体当たりみたいな。こんなんとっさによく動く敵に当てられる。これはい、魔法です。コマンドリストにセットしたあれは特別長かったけどね。ラヌキ言葉。 Y ボタンを押すとコマンドリスト戦う。ああ、なるほどなるほど。これ服にグバセ付属して4人プレイした覚えあるわ。4人でやるとめっちゃめっちゃ楽しいらしいですね、噂によると。 Y ボタン、噂にしか聞いたことないんですけど。私は鬼山田は一人だけど、わらわら。なんかモグがでも一緒に戦ってくれてない。なんか、え、合体魔法とか。どうかな、16分の1ぐらいになるのかもね。そこで分身の術ですよ。複数人でやると楽しいゲームをなぜ一人で。なぜ一人で。裏ビデは高橋よべ。高橋くんとはもう特に連絡を取り合ってないから。あれ違うよな、これ。やめて。隣の目はもう涙目よ。隣同士。両手両足使えば4人プレイできるやん。あ、なるほどな。賢いな。あれ全然聞いてなかったわ。どうやってやるって。こんにちは、今日はホイホイさんやってないんですか。こんにちは、今日はね、ホイホイさん、今日はっていうかもうホイホイさん終わりですけど。なんか言ってたよね、これ。 Why あ、合体ね、こうです。グラビデだ。ファイヤーとブリザードでグラビデができるんだ。当たってねえよ。大丈夫かこのゲーム、ちゃんとできるかな僕。意外でしたね。重力魔法になるか。
当たってねえの今の。おい、当てんの難しくない？もういいやろ、3回ぐらい当てたぞ。ちょっともうちょっとこっち来てよ。当たった。何回やらせんねん。何回やらせんのこれ。なんかモグがやってない？こんにちは。これはファイナルファンタジークリスタルクロニクルです。冷凍食品っていう魔法なんだ。満点なんだ。モグのお手伝い。やった！シングルモードだけだよ、モグが手伝ってくれるの。重力で割合ダメージ。どういう発想なの？ジョジョ7部は、スチールボールランね。スチールボールランは、なんか最初の、いやなんか面白いと思うけどな、全体的に。途中なんかグズグズってする気もするけど、でこいつなんやったんみたいな、こいつなんやったんみたいなキャラいっぱい出てくるけど、最後の方とかなんか緊張感あっていいんじゃない。そうか。あ、 X ボタン、ね、かわいい。サウンドマンな、そう、なんやってんこいつ。スグアは競馬いらんかった。ブンブン、劣化は気にしない方がいいよ。あんまり言わない方がいいんじゃないか。やっぱ X ボタンか。あ、かわいい。めちゃかわいいやん、モグ。よかった、シングルプレイで。ほら、かわいい。途中からなんてレースしてるか意味不明な漫画な。最終的にレース関係なくなっちゃった。あ、しまった、間違えた。面白いワードがいっぱい出てきます。間違えちゃった。これで終わりかな。もう一回ちょっと。ケージを地面に置いてから、ね。はい。そんだけか。女の股間ってなんであんなに臭いんですか？クリックするだけやん。とりあえずクリックしたらいいやん。よし。毎移動のたんびに何かと。股間の臭さって個人差すごいよね。あまり多様な 人物の臭さを股間を嗅いだことがないからわかんないけど、ね、あ、何この人。鬼山田さんこんにちは。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルクリスタルベアラー。あ、絶対怒り役や。ご苦労さん、ほんとお疲れね。え、めちゃめちゃティーバッグ履いてない？大丈夫？こんにちは。クリスタルベアラーじゃないやつです。これ鬼山田です。なんだ、そっちもこれからか。ダイース、チョロイモンらしいよ。ハナコール、セルティはエロい。じゃあまたどっかで。バイバーイ。日記に書き留めた。こうやって僕は旅を進めていくの。鬼山田昼のとても満足になったの。そうですね、だいぶ、まあ可愛いけどな、可愛い満足だけどね。え、港なんだこれ。鬼ヶ村の港。今日夜あります。今日はゲド編、幻想水湖伝3のゲド編が。あー、鬼山田さんはさすが目の付けどころが違う。鬼山田口パクパクしてるだけで話進んだが、その後日記に書くから。ゲド戦記、こんなことが。もしかしてファイナルファンタジークリスタルクロニクルクリスタルベアラーって、うわー、イカ役。ベアラーと関係があるっていうか、まあ
でも続編だから、まあ、世界観一緒とかそういう感じなんじゃない。でも正気ストリーム、あ、でも正気ってあったな。そういえばクリスタルクリニクル、クロニクル、クリスタルベアラーに、あ、正気ストリームだ。この水の属性のケージを持ってこの正気ストリームに突撃すれば正気ストリームを突破することができます。なんかすごいことになってくる。こんなとこ進んでいかなきゃいけないの。僕、あのホスト4人がドライブしてるゲームと同じシリーズとは思えないね。だいぶかけ離れてきてるね。まあ、ファイナルファンタジーにもいろいろあるからな。これでよかったのか。キノコの森、これをリアルにしたらホストがドライブするんか。正気ストリーム、かな。あの4人組にはバグでたくさん笑わせてもらいました。まだ小さかった頃、喋った。お母さんにこう、バグ画像豊富だよな。バグ画像豊富なゲームは何気にいいよね。私はどこで生まれたの。お母さんは答えてくれた。私たちはね、キノコの森で生まれたのよ。ファイナルファンタジー15坊やが今やってるやつな、うん、そんな話を聞いてからというもの。何が坊やなの。森で迷い夢ばかり見続けたっけ。なんかポエムが。夜中に起きて泣きついたお母さんの胸のぬくもりは今でも覚えている。すごい、ステージ開始とともにポエムが。ここです、フォレストオブキノコです。ここがじゃ、ん？ん？フンギーフォレストや。これを書き起こしてお題に送ればいいの。なんでポエムを。コマンドリストの順に、ひょうたん芋、防御が上がる、好感度が高いほどたくさん人が残る。何の？一応持ってた方がいいのかな。肉、なんかいっぱいある。アーティファクト、装備。なんで持ってるギルをここで見なきゃいけないんだ。何これ何これ何これ。置く。ああ、なるほど。あ、本当だ。あ、肉が超好きやん。リンゴが嫌いです。チェリーも嫌いです。ブドウも嫌いです。なんかちょうどうまいことなってる気がするな。このランキング。家族との相性悪。しそがない。悲しい。こんだけしかない。この世には手紙を誰からももらったことがありません。いきます。これじゃあちょっと持ってろよ、モグ。倒しました。なんか、ん？なんすか。ヒロシです。手紙を一度もらったこと、ケアルやん。やった。マップとかないんかな。お。え、ちょっと待って。これさ、あ、そうか、ケアルがあるから。めっちゃ敵の攻撃激しいんですけど。あ、死んだ。25ギル。ケアル使おう。あ、でもそうか、ケアルも無限に使えるからいいのか。多少ダメージ食らっても。ええー、モグ、あぶね、早くこっち来るんだ。モグ頑張る。クコ、僕イコとかやったことないんだよな。あの辺一切帰って
現地に帰るとか一粛清。なんかアクションゲームなんだけど、サンダーだ。あれまだダメージ食らってねえよ、さっきのやつ。怖っ。レイズ、え、レイズ、あ、そうか、友達がいるからな。友達がマルチプレイの場合はレイズが非常に役に立つんでしょうね。あの辺な、あの辺一切やってないんだよね。これさっき来たとこ、ちょっと待って、肉じゃいらねえじゃん。サンダー、雷に弱い敵を気絶させる。ニコそこそこ合ってると思うよ。角生えてるし。角生えてる。鬼の鬼的なゲーム。あ、ニコも巨像もオオワシもやってないから、ワンダはいいぞ。ワンダと巨像。そういえば角あったな。これ何？なんでもない。これ、これが雫じゃないの？違うのかな？別に銅ということはないものなの。ヒロインかわいいよ。イコの？何気によくわからないな。あ、待って、そんなに可愛くないのかよ。完全になんか目的地っぽいところに着いたけど、どうしたらいいんやろ。これあれじゃないの、雫じゃないの。これキノコには雫がないの。確かにそんなに可愛くなかったよ。画面に一切集中してなかったけど、これ今何してるの。わからん、急にキノコの森っていう。全然関係ないの。確かに何しにここに来たのかはさっぱり分からない。関係ないのこれ。何しに来たんだよ。ビジンビジンビジン。なかなか放り出されてない。近くには旨味あるの。旨味って何？一人でやってるやんかなし。まったりとしたゲームだね。本当に一人でやってる。正しいことをしに来たんじゃないの。なんか雫を取りに来たんですけど、私。お、町もあるやん、ちゃんと。こう見えてもな、わしも若い頃はの、それはもうギャルにモテモテじゃったわ。ギャルに？大丈夫です。一切関係なかったです。ジェゴンモカは。カジヤね。実はミスト変えてたりするんじゃないの。じゃあ、今からお呼びします、つって。でも、この場に呼ばないといけないから。このゲームを4人でやるには。はあ。なんか一人一人名前あるやん、これ。よく見たら。僕が言ってたんだけどさ、最近急に物忘れがひどくなる人がいるって。新しい病気かね、地方症かな。クリスタルクリニクル好きの俺が一緒にやってやるから、都内まで持って。都内新幹線で結構かかるやん。お、すげえな、なんかシンプル感すごいな。戦士の武器、これなんかあれか。ミスリルの盾買おうかな。え、盾固定、ちょっと待って、これどういう装備だった。服固定、アクセサリー。
かさ、防具とかさ、まずヒットポイントが4しかないのにそんなの買ってる場合じゃなくない？これって何なの？なんかこれあれか、これ買ってこのミスリルとかで作るのかな、鍛冶屋で。そういう匂いがするよな。名古屋城で待ち構えてるからそっちが来いって言ってやれよ。名古屋城で一旦集合するってこと？めんどくさ。じゃあジェゴン川行ってみるか。ファム大農場。あ、そうか、ジェゴン川は今通れないって話か。防具の改造をしたいな。改造か。ん？ソフィア。私ね、お洗濯もお掃除もお料理も一人でできるの偉いでしょ。偉い。可愛いし偉い。すぐ日記に書き留めるの。二つの金のシャチホコの真ん中で待ってるからよ。屋根の上やん。さっきのキノコ、ここも普通に街だな。なんか全然その話を進める感じになってないけど。やっぱ誰もいなくて、こっからは進めないから東に行こうねっていうことになるのかな。こんにちは、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルクリスタルベアラートは雰囲気いかや。まあでもマップの感じとかは結構一緒の感じを感じるけどね。おしつりか。こんにちは。いや、釣りじゃないです。なんかアクション RPG ですね。雰囲気ゲーか。いわゆる。でも雰囲気ゲーを感じるけどな。結構カトリゲス鉱山じゃん。これ行く必要あんのこれ。あ、こう、そうか、これがとにかく、あ、土じゃん。土のケージがないと先に進めないってことだよね。火じゃん。なんか逃してる僕。水じゃん。あー、いちいち出るときは必ず蒸気ストリームを通らないといけないのか。なんか全然進んでる感じがしない。やたら日記になんか書いてるけど。ん？友達とせーのって言いながら同時に魔法打つゲームなのにな。誰？あ、スティルツキンじゃん。正気の中でも平気なモーグルといえどもここだけは嫌なもんだ。お前さんたちにとっちゃただでさえ正気の困難が付きまとう旅なんだろう。こいつさえなければもう少し旅を楽しむことができるんだろうにな。と言っても何事もない旅っていうのは味気ないものだ。ちいと面倒だけど、まあ困難を伴う旅で得るものもあるだろう。長えなこいつ話が。確かにこれでも大序盤だけど。鬼山田さん、最初の最初だけど。うん、こんにちは。こんにちは。元気がいいな。見えてないとあんなテキパキ歩け、ここ行ってないんだよな。テキパキ歩けないよ。あ、ん？水と風があるのか。でも結局進むにはさ、水しかなくない？ここ行ってないからかな。よくわかんねえの。どうしたらいいかよくわかんねえの。この街道沿いの美しい川に鬼山田の追っ手をチンポのだったんだ。なんで王だけをピックアップするんだよ。高二を見た人は誰も。え、高二？その理由をある人はこう教えて。大体の人はここから攻略すると思うよ。そうだよね。完全にここ飛ばせたらいいの。必ず奴らに食われた。なるほどな。鬼山田、鬼鬼、
でも小鬼って何の隠語？そんな話は昔の話。ポエム全部隠語なの。やっと鬼を教わるんじゃないか。やった。通らず新しい街道を通るようになった。古い街道リトルオーガじゃない。小鬼って俺らのこと？そうなの。クリスタルキャラバンの小鬼が暴れてしまってね。クリスタルキャラバンです。リバーベル街道。赤鬼だったけどやっぱり別派閥？もう僕は氷の鬼なんだね。もう何も持ってないってことになるんだよな俺。鬼要素に目ざといな鬼鬼は。一応こいつもあれだから角付きだから。これモーグリ。ほらちゃんとしろ。右遠回り左近くない。近くない。じゃあ両方遠回りやないかそれもう。あこれまさか二人でやるやつじゃないのこれ。おい。そうだよね。さすがに。大声出すなら言わんけ。すいません。よかった。ちょ。友達がいない不便を味わうがいい。ほんま不便。シングルいじめかと思ったやん。あ、まあいけんけどね。反対側からね。あ、来いモーグリ。あかん。意外とこれ連続攻撃難しくない？こうか。フェニックスの応援。でも僕はシングルプレイだから一度死んだらおしまいなんじゃないかな。硬い。フェニオ、ちょっと山田さんちょっと遅いんじゃありまして。こんにちは、すいません。ダラダラしてました。拾うの結構難しいな。なんかしんねえか。あったケアルだ。ケアルしモンハンよりひどいだろ。あ、自動でね。いいじゃん。じゃあフェニックスの役に立つじゃん。一人でもてか守るとか役に立つ。ツボオープネ。全然関係なかった。肉いいね。単芝がん？なんかある。よく見たらこれなんすか。やったー。なるほどな。これって水のやつだよね。水と風があるって言ってたからね。やった。キャラクターいねえのに。待って、合体とかあるんじゃない？合体とかあると思う？これ。ケアルと、例えば、ファイヤーとかで合体あると思う？なさそう。なかったな。なあて。なあて。ツボ。こういうなんか結構パズル的な感じなのかな。ステージ的には。一人でどうやって合体するんや。松本人志みたいな。なあてやめて。はい。あ、来ました。ツボはケアルケアルでケアルが解かないんけ。右モンスターがいっぱい、左モンスターがいっぱい。嫌がらせのようにレイズ出てくるか。レイズもだからさ、あれなんじゃない。戦闘不能から復活させる魔法、レイズを使うことは生涯ない。友達に対しては結構態度でかいんだな。でかっ。なんかでかくないこいつ。
モーグリがさ、おとりになってくれたりしないのかな。モンハンのあれよりしょぼいが。アーティファクト、手裏剣を拾っただって。やった。何？これ確かアドバンスで強力プレイするやつだよね。そうですけど。友達にレイズとケアル持たせて回復頼もうか。ほんまやで、それがいい。そうしよう。手裏剣ないけど。どういうこと、どういうこと。あ、いってんだ。アイテム、アイテム欄あるんだな、これ。本当にいや。たださ、ケージは常に持ってもらうなんて困るよね。単純に。レシピ、銅のベルト。やっぱレシピやったんや。あ、リス。かわいいリス。殺したけど。サンダー。ズボ。鬼山田一人じゃないの。74人が応援してる。止まったんですけど、何ですかこれ。アマレコか。応援してる。悲しい。あ、え、一人だしな。へへ。いや止まってるやん。あ、これゲームが止まったんか。おい、え、止まることあんの。そんなことってある。ちょっと一回、え、友達いないやつはこのゲームするなって。一人プレイはここまでなのか。これはなえるやつ。セーブはフリーズゲーでしたか。鬼山田さん言いにくいんだけど、これはこんな時友達がレイズしてくれたから。大丈夫かな。諦めが肝心。いや、セーブは多分オートだと思うんだけど。オートじゃないのこれ。オートじゃないの。リスクなんだっけ。ディスクです。ゲームキューブです。もう Wii リモコンいるやん。でも一回フリーズするとさ、今後もフリーズがあるということになるやん。そしたらもうおしまいやん。この世の終わりやん。ゲームデザイナーズスタジオ。Wii でこれやるとフリーズすんのかな。フリーズと戦おう。つらくない。今日はシングルモードでプレイしたいと思います。そういえばセーブしたな。うわー、一緒にしまっておくか。ここで下はすいません。もう何にもやん。6分。何にもやん。鬼山。マジージ、もう一回止まったら終わりだな。そうっすね。僕でオートセーブとか聞いたことない。やめっか。もうとりあえずやるけど。途中とかでフリーズしたらどうするの。つら。変えてみようかな。二人目の鬼山だ。変えていこうかな。これが鬼っぽいんじゃないかな。じゃあ牛飼い。この名古屋城で集まって一緒にやろうや。それまで寝かそう。一緒にやっててフリーズしたらそれこそお通夜じゃん。このゲームフリーズしたこと一回もなかったかな。 Wii でやってっからかな。ディスクズタズタなのかな。よく見たら。デカメモリーカードありきのゲームでオートセーブとかないと思う。そうなの。45分返して、いつもの鬼鬼やらないし、ほんと天狗になりやがって。いつもの鬼鬼やらないし。こまめにセーブしてね。はい。牛飼いの息子鬼山田は
父エルゴーブ、母アールダーネ、兄ゼベジアース、妹テルセアードに見送られ旅立って。聞きたいか俺の武勇伝。武勇伝ってもうやってないんだろうな、オリエンタルラジオ。ファイナルファンタジークリスタルコミックって当時任天堂の新ハードだった任天以下略、おにっす。そうです、そうです、こんにちは。そうか、ここはあれだからチュートリアルだからがっちり飛ばせるわ。遠慮します。君せっかくだから聞いておきたまえ。聞いておいた方がいいでふよ。もうスティルツキンに嫌われたかな、やっぱり。はい、任天堂64でFF7 を出す約束がソニーで出したから仲違いして、以降初めて任天堂ハードで出たファイナルファンタジーがこれです。そういうお話。まあ幸い特に何もしてなかったからな。高二を見た人は誰もいない。その理由をある人はこう教えてくれた。また同じ話やめて。高二を見かけたら最後、飛ばせないんだこれ。必ず奴らに。飛ばせたわ。時代は完璧人間だからな。完璧人間。持て。なんか細長。一応やっとくか。おい、置けよ。持てよ、お前。だってテンパなの。テンパじゃないよ。なんでそう思ったの？唯一の友達なのに扱い雑。やべ、遠距離攻撃してくるやんこいつ。こっちも、あれ2発ぐらいで死ぬのこれ。フェニオ、お、こいつも生意気にファイヤーなんて使ってくるじゃん。どういうこと？生まれつきだからだよ。生まれつき天然パーマではなかったからだよ。3発で死ぬ。この先の壺を投げたところ。今の種族は魔法、あ、そうなんだ。じゃあ魔法打っていきます。壺をぶん投げたらなりましたよ。非電波の証明書出して。非電波、あら、あーあー、そっか、うん、ケアルください。待てよ、そういえば鉱物も変わってるんやろ。3週連続で水曜日のダウンタウンつまんないんだけども、そう、マッチかなあの番組。うわ、人参大好きやん。人参、コーン、魚。そういえば昨日のまだ見てないけど、もう巻きなの。あれこそ永久に続いたら面白いと思うけどな。人参持ってる。あ、持ち物も変わんだこれ。ミネ、何ミネ。本当だ、魔法15って書いてある。ケアル、ケアル拾ってないか、まだあるわ。とりあえずケアルで、無限回復ケアルで。ちょっとここに置いて。うん、まあシリーズものはそうかもしれないですね。特にああいう番組で。
子供はよくわかんないけど。あ、そうだ、ケアだ。間違えた。よし、燃やすぞ。やった。結構遠くから行けんな。ファイヤー。さっきと違う。あ、通れない。ミックスルールと歌式の歌に合わせて、はい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 。それはそうやね。ミックスルールね。でもだんだんなんかほら、例えばクロちゃんとかもうあんまり出なくなったりとかさ、出てるか、出てはいるか。なんか変えようとはしてんのかな。おい、結構これ厳しくない？天使の声、悪魔の声はモニタリングからの有用なんじゃないかって感じだったわ。それ、それ、あ、はあ、雑魚。よかった、本当にやった。黒ちゃんは騙されるやつのゲスな感じくらいしか面白くないよね。友達がいれば前衛を任せて安心して魔法が使えるんだろうな。こいつじゃ向いてないじゃん、一人プレイに。え、そういうとこだぞ。すいません。よかった。なんかステージの感じもちゃんとケアルもファイアもちゃんとケアルもファイア持ってるわ。ありがとう。買わず。サンキュー買わず。買わず。おとなしくふるさとに帰ろうか。向いてなかった。シングルはヒット&アウェイができないときついぞ。魔法はさ、だって結構厳しくない？それで魔法は。じゃあもうぶん殴りで行くしかないな。こいつもうクビだわ。いねえ。ファイナルファンタジーは全滅したらタイトルに戻ってたのに、久々の任天堂相手にひよったかさわつ。そうやね。FF って割とそういう感じだよね。魔法をちゃんと繰り出してスッと帰れない、なかなか。よし、これでこの先の壺をぶん投げたら、フリーズしたんですけど、ちょっと投げてみる？念のため。あ、なんでもそうなるんだ。殺したぜ。じゃあグラビデで行ってみるか。ボタン間違えた。でも、あ、そうか、守る。ケアルいるくない？でも。やった。グラビデ。一応投げてみるか。ちゃんと壊せました。なんか。ほら、グラビデや。外せなかった。グラビデ当たんねー。リスがこら。こんな味気ないグラビデ初めて見た。グラビデのね、範囲狭いんだよね、なんか。リスには挨拶しろ。リスをやっとぶん殴ることができて嬉しいです。あのさ、大人なんだかちゃんとしようよ。ゾイゾイ言ってないでさ。ゾイゾイ。メルトンがいい。メルトンって味方もこっちも全員死ぬやつじゃん。ん？橋が崩れているが関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。レイズはマジで使う機会ないんだろうな、この一人パーティーだと。頑張るクポー。こいつ、あ、ちょっと待って。レイズでホーリー作れる。待って。やばい。こんにちは。はあ。やばい。雑に戦ったらすぐ死んじゃった。敵がアンデッドなら使
変えるかもよ。ロードする。でもレイズ、あ、そうか、レイズすぐ復帰するから、さっきのところまで敵に放つこともできるんだ。一応今から鬼山田の家行って協力プレイしようか。いや本当に、やった。1時間経ったし、ストレッチしよう。ストレッチするか。銅を拾ったよ。まあ別にゲームしながらでもストレッチできるけどな。銅のコテ。コテ。スニーキング的に、ああ来ちゃった。お兄ちゃん。こんにちは。恐ろしいぜ、敵が。ヒットポイントが4しかないから。めちゃめちゃレシピ広げる。見習いの武器を作ることあんのかな。してまーす。じゃあしてまーす。肩甲骨をグリグリしてまーす。首をこう左右に動かしてまーす。でもこれ素人のストレッチって何の役にも立たないらしいんだよ。あれ、これってさ、もう行くとこないか。なんかあ、宝箱あるやん、この上に。え、疲れた久保っつってるぞ、あいつ。無視しよう。ここから行けなくない？この先。あれ、あいつマジで疲れてんの、これ。もしかして。左やぞ。疲れるとスピードが落ちる。鬼畜山田。本当に落ちてる、こいつ。しょうがないな。あ、こっちってことか。本当だ、なんかこの先になんかあるわ。キノコのとこよりも全然。え？はい、じゃあどうぞ。こっちや。思ったより広いな、マップ。今日19時から焼肉行こうって言ったじゃん。これ毎回迷いそうだな。何の話、ね、お、何リスか。リスは殴ろう。そうだね、やっぱりファイナルファンタジーっていうのは。あ、日本が誇るゲームシリーズのうちの一つだからね。おい、リスが結構何気にやばくない？リス、心にもないこと言うな。心にもなくはないよ、別に。実際そうやろ。あ、ゼロ式も。ゼロ式もそうです、もちろん。モーグ何してる、モーグ。む、む、闇。魔法で、一人で魔法で戦うの厳しいな。ここだけ見るとロールみたいな画面構成だな。ロールっぽい。これだ。え、こっち開けてもしょうがなくない？この先にないのかな？出るね、敵が。殴りが弱いんだこいつ。そのキャラって魔法が強いやつじゃなかったっけ。そうなんです。だから一人でやるのに全然向いてないです。あいつに戻そう、さっきのやつに。左じゃない、右。モーグリのお家、モーグリのお家行くかな。さっきのちゃんと一応開いとけばよかったな。いつも A を押しちゃう。
やった、倒れたけど。ミルラの木はこっちじゃないクポ。何もお構いできないクポ。引っ越してきたばかりなので本当に何もお構いできないクポ。悲しく。え？いつの間に？いつの間に？なんて悲しい奴らなんだこいつは。あいつら大丈夫なのかな、こんなところに住んでて。心配クポ。お、え、次のマップとかあるのこれ。夜配信でやってくれたらいい睡眠導入になりそうなゲームやってますね。音楽もいいしな、こびるな。え、ボスとかですかもしかしてですけど、もしかしてだけど、なんかいるくせえな、おい。いけるんですかね、カニ。あ、マイナスイオンだ。マイナスイオンどころのさ、でもサンダーが効くやろ、こいつには。やべえ、リスも出てきた。おいって。予定を急遽変更してまで。ちょっとリスを殺したいな。ちょ、きついでしょこれ。結構サンダー当たってなくなるもん。ベーベーベレベベー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 。サンダー当たってなくない？そうなのかな。え、そんなに絶望的なのそれ。サンダー全然当たってないけど、どういうこと。聞かねえのサンダー。カニにはサンダーやろがい。当たった。マジか、サンダーガニだったのかよ。ゲンガニ、ほんとだ、ほんまや。カニには効かこれさ、ブリザード一発であのダメージなの。殴った方がよくない殴った方がよくない。英雄に投入。あ、なんかビリビリ来てる。これ厳しくないか。最初のボスにボコボコにされそうなんだけど。常にさ、こっちを狙ってくるからさ、敵が。こういっとくか。一発しか殴れねえ。頑張るクポ。え、ここ最初、これ最初のボスだよな。ここ、あん時にブリザードやるか。むやみに撃つんじゃなくて。余裕なのかよ。ファイヤーに変えてみるか。これはないな。あ、そうか、待って、合体があるじゃん。ブブ、とりあえずファイヤーな。あとグラビででケアあるんでしょ。もうあれにするわ。お、ブリザード2個で。あります。ありますよ。ブリザラや。武器で割ると大ダメージ。敵を凍らせるだって。いいじゃん。夢のようじゃん。凍らせまーす。おい。
ん？ボスは凍らないのかな？これはでも無口になる。頑張んなきゃいけないから。はい。グラビーの方が強いかな。一人やから。本来この4倍の戦力で持って戦うわけだからこいつは。あ、なんか壊したよ。パニックってる。おい、パターン変えてくんなよ。めんどくせえ。いや、本当に友達4人でやったらめっちゃ楽しいやろな。これ。ちょちょちょ。おいおいおい。ああ。そうか。ああ、そうか。一人で一人でクリスタルクロニクルやってるの僕だけなの。何その恥ずかしいやつ。やった。おい、倒しましたよ。万歳。倒したぞ。ほんとブリザラよくやったよな。お前のケアルもなかなか。そんなにテンパなった友達。いやとっても危険だった。クソねえ。わらわら。やったー、今夜は神鍋だ。タイミング神だったな。どうですこの種族で続けますか。いや、殴ります。殴りでいきます。やったー、最初の雫手に入るよ。まあでも魔法でも意外といけんのかもな。友達のふり途中でやめないで。もうケアルとブリザラしかやってなかったなって思って。はいー、はい、どうもー。結構溜まったよね、一回で。魔法で戦うかな。魔法でいけっかな。待って、魔法が得意でしょ？で、殴りが得意でしょ？あとの2人は何なの？魔法合体させるの1人プレイの時だけじゃなかったっけ？え、なんか同時に撃つとみたいな噂ですけど。え、なんか魔法剣とかあるけど。説明書を見てます。魔法は確かにでもいいかもな。魔法の方が。クラバト。友達とタイミング合わせてキャッキャしながら遊ぶんやで。あ、防御力が高いんだって人間は。で、リルティ、さっきのやつが攻撃力が高い。同時に撃てるのは友達いた時だろうが。ああ、そうか。合体ってそういうこと。で、今のやつが魔法使用時の詠唱時間が短い。で、セルキーはため時間が短く射程が長い。まあ、女と合体ユウクにするか、こいつで行くか、しょうがない。セルキーは可愛いけどな。お手紙を届けに来たクポ。クポ。そんじゃ配るクポ。まあ一人だけですけど。バカにしてんのかあいつ。元気にしておるかね。辛いこともあるだろう。くじけそうなこともあるだろう。そんな時には思い出してほしい。キャラバンは村の皆にとっての希望そのものなのだと。旅の安全を祈っている。燃やせ。くじけてないよ。え、なにこれ。なんかいいことあんのこれ。なんで手紙燃やすんだよ。これがよくわからない。
あ、そういえば手裏剣のアーティファクトなくなっちゃったのか。座った。返答と送るもので好感度とかいろいろ変化あった気がする。好感度か。仕送りの最速やん。あ、必殺技を使わない。何これ。1位です。手紙に人参。どうもありがとう。ああ、え、これ今もらえるんだ。スロット増やすのを優先すべきかと思う。なるほど。でもこれとこれ全然増やします。これも取り合いになるんだよな。え、そうなんだ。あ、そういうことなんだ。友達と。やった、取り放題やん。じゃあ、ね、やったわ、楽勝じゃん。寂しいクリスタルクロニクル。シングルの外野か。シングルの方が得やん、お得やん。わー、人間関係の強弱が出そう。余裕やん。おいっつってね。黒騎士というものの噂は聞いてるから。勝ちやん。一人でいけるやん。つまり友達なんていらないってことか。友達だったら今だってもう、あのポケット一つ増やすのできないんだぞ。ヤンキーとかに取られて。友達がいなければ争いも起こらない。そうやで。でもその虚しさに気づく時が来るんよ。君のこの旅程で何か極める道を探してみてはどうかな。じゃあ魔法を極めます。クリスタルクロニクルのクム見て。何、みんなで一緒にやってるみたいなこと。じゃんけんになるかな。ススって取るんじゃないの、そういう時。いや、でもクリアできましたね、無事。ただいつフリーズ、あ、セーブしなきゃ。いつフリーズするか分かんねえから。あ、そういうことなんですね。セーブしなきゃ。金玉るから結婚しなくていいって言ってるやつと同じこと言ってんな。いや、独身だとすごい楽だけどな。合体魔法は3つとかできるんかな。どうなんでしょう。でもさ、要は4人プレイだったらさ、急に誘われようとしてる鬼山田さんが寂しさなんて感じるはずないやろ。夕焼けを見ながらな。パーティープレイだったら4人合体できるんでしょ。間違えた。3つできるけど、ミストだとタイミング難しいねん。ああ、3つできるんだね。とりあえずいっか、先に進むぞ。じゃあ順番にこれやっていかないといけないってこと。キノコはまだ関係ないのかな。一人でやってる時の1くらいって再会でもあるので。いや、その考え方次第。ネガティブな人間はそう思うかもしれんけど。ってことは魔法は神通大勝利やん。そうやんな、めっちゃ楽やもんだって。ただ A ボタンを長押しするだけで出るからね、合体魔法が。やったことある人いるんだな。結構いるみたいですよ。親は何にしたの。なんだっけ、忘れちゃった。牛飼い。こう、一旦町行ってみるか。ポンパカポンパ、ポンパカポンパ。超巨大クリスタルじゃん、これよく見たら。うちのおじいちゃんは若い女の子を見るとチェックが素早いの。もういい年なのに。怖いジジイだな。そうか、鍛冶屋。これは行商人。これか、見習いの武器ウェイブハンマー。鉄がいるな。
とこ。オークハンマー。なんでこれ武器屋と防具屋分けてんだよ、いちいち。こいつの走り方、サザエさんみたいじゃない？サザエさんのエンディングみたい。へえ、めっちゃ便利やん。リルティ、セルキー。おいおいおい、これ違うよ。なんだっけこいつ、ユーク？ユークだよな。鉄買って作ろうかな。高え鉄。でもこれ買った方が良くない？あの見習いのさ、ユークは服とメットってことかな。よくわからないね。港行ってもしょうがないから、一旦キノコの森行った方がいいのかな。キノコの森なんか道間違えたのかな。私のお母さんはどっかに行っちゃったの。 お暇をいただきますって手紙があったけど、でもさっきと会話違うじゃん。ここは完全に見落としてた。中に入れそうです。旦那は上で寝てる。モーグリでも結構。え？はい。いらないレシピ売らないの？あ、売れるんだ。エッチやな。え、動物虐待。これくるくる回せないのこれ。じゃあ日照期にしとこうかな。かわいそう。最初のあれがでかすぎたな。最初の日の丸がでかすぎた。色によって打ってくれる魔法の種類が変わるで。え？愛国心高まるな。じゃあファイヤーかなこれ。操作ミスったらハサミで耳切っちゃうの。怖っ。一旦あ、洗う。気持ちいいクポー。てか一緒についてきてたモーグリこんなんやったっけ。カットは何なの。よくわからないが、なんか残酷なシステムだな。なんか汚ね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 。カットしまくってみて、クポと一緒に魔法打て。そっか。じゃああのケージはさ、ケージ持ってたらこい。毛が長いとすぐ疲れる。丸裸にしろ。わかりました。なんかきついてない？汚ねー。だけど着ると生えるまで時間かかる。着ると暑い地域で疲れにくくなる。じゃあ切った方がいいんだね、とりあえずは。汚れが落ちにくいの無駄にリアルね。なんでこんな。寒いダンジョンもあるから一概には言えない。マジか。これぐらいにして。あー違うな。こうしていく。幅広すぎんだよこのスプレーが。もういいわ。うわやった。汚ねー。女の顔描いて。汚ねー。いやもう絵が描けるような状態じゃないよあのスプレー。完全に虐待。モグスタンプって何。え、ひどい。赤くなっちゃった。へえ。スタンプカードください。九州23個の枠があって。かわいい。どうしても集めたい。
やった団体が動きそう。モーグリの団体が、モーグリ愛護団体殺すことになってのか。そんなあんまりこうダークな話にはならないんじゃないか。ん、ミニゲームはマルチモードでしか遊ぶことができないって言ってた今。楽しみなんだなやっぱり。いやでもこれによってプレイできるミニゲームマルチモードでしかプレイできないんだけど。レースゲームができるけどマルチ専用。名古屋城主王が申し訳ないクポ。マルチモードでないとミニゲームはできないクポ。あ、グバをつなぐとできた気がする。ぼっちは買えるクポ。わら、鬼山田の心にまた傷がついたな。オッケークポ、かわいそう。うわぁ、日記に書き留めた。あいつファイヤー撃ってくれるんだ、意外と頼りになるな。音楽で眠くなってきた。いいよね。言葉にできない思いをモーグリに塗りつける。赤という色で表現してみました。その日記何書いてあるか読み手は動物に。一応読めるんじゃなかった。もうまだ誰もいないのかな。モーグリの A ダンジョンにもあるから探してみてね。でもスタンプを集めたところでミニゲームができるようになるだけじゃないの。何か素敵な景品がもらえるのかしら。じゃあキノコ行ってみるか。一人で気づき巡りしてる鬼山だってこんな感じなのかな。一言も喋らずに。こんなことされてもモーグリはついてくとか偉いな。まあ特に理由なくついてきてるよね。なんでモンハン以外なんだよ。モンハンであります。お前悲しいやつだな。マルチプレイって何。あ、いたなこいつら。パワープロの対戦とかやってたよ。ウィーレの対戦とか。まあ明るくはないけど決して。それで喋んの怖っ。あ、そうか、さっきと状況違うんだこれ。見て、ティーバッグを履いているよ。履いているよっていうか、もうティーバッグが見えてることがやばいよなこいつ。キノコ行ってみるか。見えたらあかんのか。あんまり品がなくない？報酬みたいなのもらえなかったっけ。あ、そうなの。ああ、もう一回行ってあいつ倒したらさっきのやつみたいな。あ、じゃあレベル上げはできるんだ。なるほどね。キノコの森です。雫は1回だけだけどね。なるほど。あ、ポエム貼るよ。まだ小さかった頃、お母さんにこう聞いたらしい。ねえ、私はどこで生まれたの？お母さんは答えてくれた。私たちはね、キノコの森で生まれたのよ。そんな話を聞いてからというもの、森で迷う夢ばかり見続けたっけ。鬼鬼はどこで生まれたの？夜中に起きて、え、名古屋。
泣きついたお母さんの胸のぬくもりは愛知県です。今でも覚えている。じゃあこの語り手はキノコってこと？キノコの森で生まれたよ。ダギャ。キノコの森で生まれるのはキノコだけとは限らないし、別に。タケノコの里はないのか。あ、そうか、フェニックスの王はタケノコの里。ダギャーとか言ってる人間はこの世に存在しないから、川村市長以外には存在しないから。ここ入り口だったんか。何も気づいてなかったもん。嘘つくなよ、存在するじゃん。いや、川村市長自体は存在しないから。存在してた。あれ、実在しない人間だ。名古屋にいっぱいいるだろ。ダメだじゃん。あ、宝箱あった。25円っていうの厳しいよな。でもさ、これさ、これほっといたら、あ、そうだ、こうして、で、敵がいたら置いて殴るってことなの。マップが見えてるってなんていうことですか。鬼山田ギャーノスケ。ギャーアウ。モグ。炎の力見せてくれ。サンダー。レイズになってる。レイズを使うことは二度とないんだ。あ、でもホーリーが使えると言ってたの。レイズレイズでホーリーかな。あ、なんかやろうとしてるやん。おい、なんで今やめたの。あ、え、え、え、なに、モグ、なんか今やったやん、モグ。複数だとマップは敵の位置とか宝箱の位置とか人によって違うねん。複数だとどうかは僕には生涯わからないわけだから。こうやって戦っていくのか、なかなか不便ですね。友達の幻想を見せてくれたな。今なんかやってたよな、完全に。バケットぶつけてみて、障害ぼっち。バケット、バケットってなんすか。ここが入り口か、うん、てか足遅っ。ケージ持つと、これ入り口だよな。さっき入り口に戻ってきてたのか、単純に。今持ってるカゴみたいなやつ、急な専門。あれ、これケージじゃなかったっけ。ケージ、ケージっていう、ここか。クリスタルここに渡せ。くっそ、あれなんかダメージ食らってないけど。なんかあれ、なんか混乱みたいになってない。てか当たってなくないこれ。ちょっと当たってない。はい。でもさ、投げるっつってもさ、あんまり遠くまで飛んでいかないんだよこれ。合体。隣同士じゃダメなのこれ。スローだ。リーズとサンダーでスロー。へえ、解除。今あったな、合体。ケアル。いた。ん？なんかぐったりして、あ、そういうこと。あ、なるほどね、重力で地面に落ちちゃうみたいなことね。
つ拾った、やった。新たな武器が手に入るやん。これ投げるっつってもさ、なんかこう目の前に置くみたいな感じなんだよね。アーティファクト、バックラーを拾った。なんか全然ダメージ食らわなくない？敵の攻撃を単純に受けてないのかな。来た、食らったわ。グラビディってもしかしてダメージないの？あんまり。なんか今モグがやったよね、なんかやったよね今モグ。赤モグが一緒に戦ってくれた。こんにちは。グラビディ当たれた。なるほど。クリスタルの範囲を超えると自動でダメージ食らっちゃうから、本当に意地が悪いんだから。いいやん、モグ。サンキューモグ。金を拾ったけど。こんにちは。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルです。殴った方が早くない？雑魚なんて。え？やりますけど。やりますけど。別にやりますけど。は？配信会では4人で楽しんでるんだろうな。配信、まあ、配信上だとね、やっぱり、やっぱりほら配信上だと友達と一緒になんかやるとコメントを拾ったりとかできないじゃないですか。鬼がそこ出てる。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルクリスタルクリスタルベアラーやってます。これはファイナル、あ、違う、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルです。さ、マジ立ってんだよな、グラビティって。殴ろう。意外とこの連続攻撃は難しいんですけど。クリアって何？マグロ。マグロ2夜連続。これ眠くなれるように山田。そうっすね。土日は友人の家に招いてクリスタルクロニクルパーティーの予定だって聞いてました。楽しそう。クリアしたんけ？クリアしたよ。ファイナルファンタジークリスタルクリスタルクリスタル面白い。今のマグロはちょっとダメだったな。あ、ステータス回復でした。マグロの評価が高いはずだと。ファイナルファンタジー滝川クリステルクロニクル。滝川クリステルっていう単語がだってなんかアーリーマン出てきたらあれじゃないですか。あ、距離短っ。まだ気づいてないぞあいつ。殴ろう殴ろう。あ、生きてんのかよ。必殺技食らって生きてんじゃないよ、雑魚が。金を拾った。金ってなんかダブルハーケン。もう水だから。てか土のさ、あ、土のあれが欲しいんですけど。くっそ。はいはいはい。ケアルします。ケージに土のあれをあーしたいんだけど。同じ魔法産地合体させよ。三つも持ってるもん。土のチンスコーナー。チンスコ。ちょっと沖縄に浮かれすぎじゃない？サンダー、ブリザードないな。三つはないな。アルティマは多分打てないんじゃない？合体魔法で存在するのかもしれんけど。そうやけど。思い出の数とは？思い出の数。そんなの流行ってた？
じゃあブリザラにするか。いろいろ合体ためそうぜ。はい。でもさ、僕にとって一番大事なもの？え、なんだろう。家。沖縄完全で鬼山田にたしなめられるの屈辱だろうな。パソコンか。やめて。間違えちゃった。え、レイズってもうそれ以外には一切使わないの？すごくね？思い切ってない？思い切り良すぎるだろ。まあそうやけど、一人してしか行動しないんだからそりゃそうなんだけど。誰もお前をレイズしてくれない世界。ひどくないか。モグやってくれよ、モグ。たまにはシングルでのプレイは想定されてないから。想定はしてるだろ、シングルモードがあるんだから。てか想定しろよ。あ、レシピ売れるね。一人でやるやつなんておらんやろ。ダブルって意識が垣間見える。ちょっと許せねえな、買わず。なんか囲まれている。頑張るポー。もうすでに頑張ってるんですけどね、こちらは。もうすでに頑張ってる人間に。別に悪かないだろ。あ、ボスじゃん。数棒です。レイズ、レイズってこと？レイズ2個持ってたっけ。モルボルじゃんけ、モルボルじゃんけ。一応振り込み見えてきた。何？でもちっちゃいモルボル可愛いやん。あー、モルボルじゃんけん、じゃんけんポン。臭い息。やばい。範囲狭。あ、しまった。全然ダメージ食らってなかったわ。そうやな。結局それがいいのか今。おい、働け。やります。レイズ2個持ってる？レイズ2個ないです。そしてファイヤもないです。1個しか。ファイヤでいった方がいいかな。結構効いてるよね。クポと一緒に持つのはいいけどさ、一緒に撃つのはいいけどさ、たまにしか撃ってくんねえし。こうやべ、じじじじじ。おい、吸うな吸うな。おい、吸うな吸うな。なんなんこいつ、何が面白いんだ。わかんないっす。絶対悪いこと起きるやん。だって一応これ2個目です。あ、1個目はよくわかんねえカニだって。それはそれで思い切ってる。くそ、産むんじゃないよ。同種族でもないモンスターを生むんじゃない。普通に食らってんの。カーラボスってのは何ですか。あ、
れはカニでしたね、完全に。塩招きですよ、完全なる塩招き。あ、なんか当たってなくない？燃えろ燃えろ。そうっすね、なんかあんまりこっちの相手のダメージ攻撃が当たんないからさ、ボスの攻撃一発食らってハートが1個減るぐらいの、今んとこ55点です。果たしてその配信に向いてるのかっていう問題もあるよね。配信に向いてるのか問題に結構ある。ああ、もしマルチだったら80点ぐらいあるんだ。でも4倍楽しいね。4倍楽しいね。いや面白いでしょ多分、マジでマルチプレイでやったら。でも大概のゲーム55点でしょ。はい、ゼロ式、レイ式は50点ですよ。楽しいさ。そうね、こういう路線のやつ。あ、でもなんかなかった、なんか DS とかで普通に出してたよね、クリスタルク。シーサー？いやーさーさー、スリ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 、はーい、やロスで2作出てる。結構出してるやん。あんま売れなかったのかな。イライラしてきた。大声出すなら言わんけ。そんなに大声じゃないだろ。びっくりした。え、そんなに大声だったの今。自分とは全然大声を出してないつもりだったんですが、ちょっとやっぱ沖縄に対する愛情が出ちゃったのかな。そんなでかかったの今の。あれもうあと1個で満杯になるんじゃない、これクリアになるんじゃない。旅行楽しみで浮かれてるやん。今度なんとね、9月に石垣島に行ってまいります。あの石垣島に。宮古島か石垣島か迷ったんですけど。1年ぐらい行くんか。いや、2泊3日です。あ、ゼベジアースからの手紙じゃん。すまん、石垣島の話ばっかりするから尾道ずれてる。来週あの尾道に。実際に行くまでにこの流れが何度かあると思うと辟易します。配信はあるよ多分。やっぱ沖縄って特別なの。今までそこまで雪差しなんて特にあれなんだけど、ちょっと浮かれてるよね。脱皮が成功し続ける限り死なないらしいよ。何その甲殻類のどういうこと。脱皮失敗で死ぬってこと。悪いな、本当なら俺もキャラバンに参加しなきゃいけないんだけどさ、このままだと村よりの家のが先に潰っちまうだろ。旅はどうだ、いい感じか。返事待ってる。大丈夫。クラゲは不死な。アーサークーラー沖縄バージョン頼まい。どういうこと。どうアレンジしていいかわからん。じゃあ人参をね。なんなんだ好感度って。魔法レシピだけこっそり生き見ようぜ。ああ、そうね、それぐらいいいやろ。さよなら。鳥みたいに指笛吹いとけいいのよ。指笛吹けっかな。鬼鬼を沖縄でも流行らせてきてね。でもっつってるけど、どこで流行る。夕焼けの中、
海を眺めて泣きます。泣きます。ハートが一つ増えるあるやん。やった。勝手にしろ勝手にしろ。あれぐらいいいんじゃないかな。魔法の何と何でこうなります。そういうことか。なるほどね。最後のあれのことなの。すっごい早口だった。おめでとうございます。やったー。ウミクラゲってクラゲが年取ると若返って復活するらしい。なんなんそれ。生き物としての摂理に反してるな。キリスト教徒に教えてやろうぜ。ハートが1つ増えるあるやん。海を眺めながら夏とか年生さ。そんな早口だった今んとこ。年生でもできるやろ。道中拾っても今後に反映されるにはあの画面で選択する必要がある。今後に反映される。定点カメラが既にあるから。あ、マジ。たら映ってね。へえ。ちゃんとあれかな、これ作れるけど。ウェイブ、ん？ウェイブ？オークハンマー、攻撃力15。今攻撃力書いてあった？今。書いてねえけど、攻撃力。今作ろう。やったー、攻撃力5増えたよ。ほんで、ちょっと待ってよ。これ今持ってたやつ全部装備できなかったよね。ユーク、リルティ、リルティ、セルキー、セルキー、全部売ります。いや、さすがにでしょ。配信しながら映れたら楽しいね。金高い。15円じゃん。へえ。ふさきビーチ。特に何も調べてないんだけど。特に何も調べてないんだけどさ、石垣島のことを。レンタサイクルでシュシュって。あれ？装備しなかったっけ僕。あ、してました。自動でしたんじゃない？データ書き出したりとか、そういう種類の人飼ってるやん。君あれな、日記でね。コナンが修学旅行船に突入するらしいですよ。修学旅行先でも殺人起きちゃうの。めちゃくちゃ鬱陶しいなあいつ。これ土のやつがないんですけど、一応ここ行くか。じゃあセーブしよう。あいつはいつ進級するんだ。その辺はもうもはや沖縄でご主人もらうの。あー、まあ石垣にもあるのかな。そうっすね、調べて持っていこうかしら。蘭姉ちゃんが修学旅行ってことけ。コナンは事務所にいても殺人起きるから、もう死ぬ以外の選択肢がない。おじいさんの、そのまたおじいさんがまだ子供だった頃。おじいさんのおじいさんのおじいさんが子供だった頃ね。ボムじゃん。リルティの民が支配してた。あ、そうなんだ。コナンって1年生とかじゃなかったっけ。リルティたち遠足とかではなく修学旅行。あいつら小1だったの。その力によってだとしたら結構賢いな。スマブラはやったことない。趣味は一人旅とパソコンに話しかけること。合ってるか。まあそうですね。なんでトップバッターがスマブラやったことないなのか分かんないけど。鉄が消え、鉄が消え。そして声優の70円のからし高菜おにぎり微妙だったわ。おすすめしない。いや、からし高菜まず食べないんで魔物たちの大丈夫です。かわいいボム。やったことないの。ないですね。70円で差して。カトゥリゲス鉱山です。食
黒ギャル好きなのに。黒ギャルと関係あるの？スマブラ、スマブラ、え、しまった、売ってこなきゃ。何も関係ねえな。今じゃ上じゃん。クリトリス？ファイナルファ。クリスタルクロニクルです。まあだから。まあ特に気にしなくてもいいんじゃないだろうか。おにぎり屋さんの明太おにぎり美味しかったから今度鬼鬼の目の前で美味しそうに食。別に明太とかも食べないんで僕。沖縄でもゴーヤチャンプルはまあ好きっちゃ好きだけど、まあ嫌いってほどでもないけど別に強いて食べない。あ、そうか、スパムおにぎりね、なんか美味しいらしいね。沖縄で食うとうまいのかな。普段絶対うまいと思わないと思うんだけど。もういいや、おい潜れ、働け。爆発した。海産物美味しそう。ミニダーナ。オニヤマだ。ラフテーでも食ってろ。あ、ラフテーね。ラフテーとか美味しそうじゃん。ミミガーは多分食べないかな。これ火とかにした方がいいのかな。俺は居酒屋でもまずスパムおにぎり食べるぞ。へえ、そんなうまい。あんまりスパム自体食ったことなくない？人はあまりスパムを食べたことがなくない？レイズ、全く意味のない魔法。沖縄は料理まずいって聞くけどな。北海道と比べられるからだと思うが。まずそのラインナップからしてダメじゃん。しそ、明太子、お前は海だ。ググったら315,000、検査グーグルでヒットしたほか27位から。僕がに全く有益でない情報を。不思議だな。好き嫌い分かれそうなのはわかるね。なんか居酒屋メニューみたいなのばっかりだから、あんまりウキウキとしない。でも、そうでしょ。そうでしょ。でもあれがあるから、あの石垣牛があるはずだから、それはうまいんじゃなかろうか。これ何？ 2 階に登ったけど何もなし。あ、なんか仕掛けか。疲れてんじゃねえぞ。これがグインって上に上がるような仕掛けになってるんじゃないか。食べれます。ちょっと待って、トイレ行ってくるわ。急にすごいトイレ行きたいと思ったからトイレ行ってきます。豚くんだろどうせ。坂本金八かおまけのソーラン踊ってるぞきっと。ソーラの声が聞きたくて海のふ
すぞ。なんでソーラン節を踊るんだよ。うるせえ。ふたどと口ずさむな。だんだん荒木みたいになってきたな。日常会話でもついさーって言ってると思うと腹立ってくる。鼻歌でごまかすな。わかんなくなっちゃった途中から。これなんかそんな感じないか。国際通りのステーキ屋とか夕食にいいんじゃないですか。国際通りってあの、動かしてけ。はい、那覇じゃない。那覇石垣にもあんのかな。こっちか。あ、こっち行ったよな。あれマジでもう迷ってるな。何らかのギミックがあるんでしょう。ストレッチしながらケツも触れ。はい、了解です。よくわからないが、これを使う以外に何かありますか。グワングワン触れ。グワングワン。なんかこっち、ん？なんですかこれ。どこ行けばいいんですか。全然わからへん。あ、この。こんなマップ毎回迷うことある？こっちか。こっちから来たからこっちか。なんもないじゃん。え、どういうこと？どういうこと？絶対なんか道に迷ってるよなこれ。通過沖縄って首里城以外に城あるの？沖縄自体はありますよ。だいたい回ったけど僕は。カツレン城とあれだって右の道ってさ、ちょっと潜る。結構いっぱいあるんですよ。泣き神城とか百名城にも結構入ってますよ。なんかここでなんかすんのか。こういうの壊せんの。大体回ったけど僕っていう一言必要だったか。え？首里城しかわからん。なんかいろいろあるんですよ。なんかまだ行けないみたいなことなの。ルスクを海山田の中では城とみなすの？それはスイッチを押してトロッコを進めて破壊するんじゃなかったっけ。まあ、完全にお城ではあるんじゃない。スイッチを押してトロッコを。沖縄の城は冒険感があるとかなんとか言ってた気がする。そうですね。なんかね、そのトロッコ攻撃してみて。ドラクエのお城っぽくていいよ。でもスイッチは売り切れてるよ。スイッチってまだ売り切れてんだね。すごいよね。てかなんか今後もずっと売り切れたままでありそうじゃない。スイッチ、任天堂スイッチ。こんだけの話やったわ。どうもありがとうございます。ご協力ありがとうございます。杉山浩一熱唱しながら沖縄の城回れ。何があるかな。甘色の人気商法じゃなくて人気なの。まあみんな買いたいと思ってんじゃない。あ、ケアラしちゃった。敵に向かってケアラしちゃった。早く買ってきてよゼルダしよ。ゼルダな。それはやりたいんだけど僕も。あ、スイッチがある。あ、ポイント
あ、違う、そういうんじゃなかった。単純に押したら、いやだってすごい、あれ女にそれモテたかった、モテるんかなそいつ、その結果モテたんかな、その結果特にモテなかったら悲しくない。そう、働いてんじゃん。へえ、一部の部品が競合状態。なんか毎回そんなことやってるな。配信見ながらゼルダやってた。なんか言ってたな。あ、宝箱や。金や。15ギル。少なくない？そしてなんか攻撃魔法が出ないんですけど、こっちは特に意味ないのか。これなんかどうなってる、これ、これでいいのか、なんで今置いたんだ。あっ、ここに置いて、ちょ、一人しかいないの不便だわ。でもさ、こっちのこれが動かないとダメなんじゃないの？この、それは上一回踏めばよかったはず。そうなの？こうして、やっぱりこれ友達とやるやつなんて。またこれに戻ってきてるのかな。おい、早く来い。炎の英雄お宮間だよ。どうもこんにちは。こんにちは。それと6個のルート決めるやつ。そうだよね。でもさ、この状態でこれでいける？この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 これこれこれ、この上の方のさ、あれが動かないんですけど。え、でもこれで、あ、そうか、あ、こういうことか。はい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 、すいません、すいませんでした。今日の夜は幻想水湖伝3をやる予定です。はいは1回、はい、これでこれでいけんな。やったー。明日も当然あるんだよね。明日は夜だけあります。昼はないんですけど、明日は夜だけあります。頑張ります。明日もなんと、明日の夜も4時間スペシャルですね。幻想水湖伝3 4時間スペシャル。僕もその昼をどちらかというと重視していきたい気持ちがあるんですけど、ファイヤー持ってたんだっけ。はいは 1.4 回、はいは、特番みたいに言ってるけど通常放送やろがい、通常とスペシャルは何か違いますか。4時間ぶち抜きでなんとゲームをずっとやり続けます。あ、敵じゃん、殴ろ。なんと、でも遅刻した場合、開始時間が遅れて遅刻した場合、4時間はなくなります。4時間ではなくなります。
帰れま10だな。帰れま10って何だったんだろうな。終わりがけのそのスペシャルを毎回やってたっていうのに、どうしちまったんだ。鬼山その間にここに道できたの、野球延長で時間ずれるみてえな。だから15分遅れた場合3時間、視聴者の救済はどのように、3時間45分スペシャルになる。帰れま10ってもうやってないんだ。なんかね、帰れまサンデーっていう謎の番組やってて、新しいゲームやんか。今度こそ面白いんだろうな。いや、ゲーム的には非常に面白いんですけど、配信的にはどうでしょうね。チェッカーはリフレックス制なので、その決まりは通用しません。あ、やべえやついる。鬼じゃん。鬼じゃないこれ。燃やそう。あ、でもダメかな、火効かないかな。早っ。ファイヤー食らってから歩き出すまでが早っ。帰れまサンデーじゃなかったかな、あの番組。帰れまサンデーってもう帰れませんの五感文字に関係ないですやん。アイギスなんて終わるぞ。うわっつって、うわっつって殴った。めっちゃ怖いなこいつ。あれ、あ、やべ、パンチは早すぎる。待て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 。よし、ケアル全開なの最高じゃん。こいつ強すぎんだろ。急に緊急回避とかないか。倒しました鬼を。やった、アーティファクトや。マンイーター、やっぱあいつは人を食べて生きてたのか。帰れまサンデーだったよな、あの番組って。なんかあの画面外に、まあ、まあ鬼ってそういうもんだからね。特に若い娘を好んで食らう、うう、食らうから。イエイ。あ、ブリザードだ。絶対効くやつじゃん。いや、一般的な話ね。一般的にはそういう生態を持っています。届かない。やった。で、ちょっと引っ張るあの剣結構好きなんだけど、鬼はどう？いや、危ない。帰れま10はまあ、まあちょっとやりすぎた感がやっぱりあるから、面白いと思うけどね。さすがにさ、毎週毎週同じことをずっとやってたから、しかもなんか長時間、そら飽きるよね最終的には。でも面白かったからあんなにもやってたわけだからな。そら、お、鬼やべえなこいつ。シルシルミシルの工場見学ばっかやって終わったのよ。シルシルミシルってなんだっけな。クリームシチューのやつだったね。なんかクリームシチューの番組ってさ、結構すぐ終わるよ。昼にこう、じゃあ夜中にやっててさ、昼にこう復帰して、じゃあ深夜にやってたのがゴールデン行ってすぐ終わるっていうのをなんかやたら繰り返してたよね。特にクリームの番組。今日も16時までです。ああいう番組のね。最近そうでもなくね。回復します。何をガードしてんの？うん、そうね。まあそれ以上にすごいのがゴチになりますだけど、もうあれ飽きる飽きないとかじゃなくて、もうなんか、ね、何年やってんだあれ。戦
だ飯食って20年。でもあの番組に伊藤聖光いるとちょっと安心感あるよ。俺のツイッター以上に伊藤聖光をおすすめしてくるんだけどなんなん。そりゃフォロワーからの、フォローからか。皆さんと同じ趣味思考を持った伊藤聖光が好きな人ばかりをフォローしてるからじゃない。何にもねえ。結局ギャラ出るしなって思いながら見てるよ。ね、なんかそのなんていうのかな、罰ゲームとしてなんか成り立ってんのかどうかよくわかんないな。ゴチはまあやっぱ初期の感じだと豪華な飯がいくらすんのかみたいな、そんだけの話なんじゃないのかな。もうあそこ行っても大丈夫かな。ボスかな。鬼山田ごめん嘘ついた、ゴチになります。19年だった。1年違ってた。超十分だけど。でも一つの企画があんなに続いてるのってマジで今あの時珍しいんじゃないの。もうゴチになりますが今一番すごい番組なのかもしれない。元ゴチメンバーの全員カミって今何してるの。セインカミはなんか外人タレントのなんか社長みたいな、そういう仕事してた気がする。そうかな。まあナイナイはレギュラーいっぱい持ってるのに後輩育てないよな。いや、なんやかんや面白そうでいっぱい輩出はしてるから、まあ、面白そうのおかげなのかは分かんないけど、面白そう出身者はいっぱいいるから、結構。面白そうっていう番組自体はなんかあんまり面白くないんだけど。番組じゃねえか。コーナー。あ。まあでもあんだけゴチも続いてんだから、そら、視聴率もそんなに悪くないんでしょ、言っても。キャスティングが謎っていうところ面白いけどな。まあそうですね、そう言われてますよね。まあその後あの M1 だけど、論文はどっちかっていうと中堅芸人みたいなのの使いどころを示してる感がある気がするけど、若手ではなくない。もうなんかどんどん進むか。でもアーティファクトを集めた方がいいよな多分。敵は倒した方がいいってことか。特に経験値とかはないっぽいけど、敵を倒すことに。うわっ、天草とクラゲが同じような感じ。一瞬で終わったよ、また。一瞬で終わったじゃん。そうですね。まあ、みんなお昼寝をしていただければ、僕もできるだけ大きな声とか出さないようにするんで、急に大きな声出したり、なんか沖縄弁を喋ったりしないようにするんで。そうっすね。これあれじゃん、最近アメトークの宮迫のわざとらしい驚きの作りだと。僕はもうちょっと前からそうですけどね。あ、そうなんだ。あんまやってるの見たことないな。なんか薄くなってない色。だんだん薄くなっていくもんなのこれ。スターメーカーは一瞬で終わってしまったからね。あの番組こそさ、長く続くと面白いと思うんだけど、ね、でもなんかやっぱ鼻につくところはありますよね。宮迫やんって思うから。なるほど。いや、これカビじゃないんですよ。色つ抜けてんすよ。色ついつけてんすよ。僕が。ここが、あ、そうか、熱いダンジョンなのかな。真っ赤に染めてやろうぜ。でもほら、今ほら、涼しげにした方がいいやろ。
うわ、うわ、うい、どうや、このくだりいる、ほら竜がごとくでも大阪だったしな、演技うまかったけど、ゲホゲホ、鼻にはつくよね、どうしても、だって宮迫だから。カビ生えてる宮迫さんのおかげで映画は字幕だなって思いました。青でブリガドだったかな。いいやん、あれいいね、気持ち悪い、なんかどうしても綺麗にならないんだよな、青カビやん、やっぱプロにやってもらわないと。染めてあげてよ、厳しいだな。え、これ回るの、これ回転、回転しないんだけど、こいつ、あ、したわ、なんか足の辺気持ち悪い、赤いやん、なんか蛍原の面白さがわからんのだけど、蛍原さんは特に面白くはないんじゃない、これ虐待以外の何者でもないと思うんですけど、おい、ボディペイントって単語すごいドキッとするよね。それはそういう AV を見てるからじゃない。なかなかいいクポを釣ってるやん、もう。なんだろう、ワンちゃんにわけわからん服着させるのと同じ匂いを感じる。股間だけ塗り残しとくか、病気みたい、満足げだけど良さげやん。かわいそう、やったやん、スタンプ癒されてる。塗りムラができるの気になる。でもしょうがないな、コロコロ転がしてプラモデルやないんやから。なかなかいいクポーって言ってるやん。でもこれでブリザード打ってくれるから。お前趣味悪いな。ああ、ならざるを得なかった、ね、あ、ここから放つか。背中真っ白やん。あれ、本当だ、背中まで行かなかったっけ、届かねえ。そうか、前、左前と右前しかやってないの。スプレー扱いした後の豚しゃぶはうまいか。え、あいつ魔法使ってるやん、なんか見たら。汚い生き物が出来上がった。でもほら、なんか水の雫の色とちょっと相まってトータルコーディネートされた。あ、これボムじゃなかった、トータルコーディネートされてるやん。お、早っ、魔法を食らってから駆け出すまでが早いんだよ、敵に。飼い主の音。違うな、なんだ、なんならモグが、あの、なんだっけ、ボディーペイントしてくれるクポっていう問いかけをしてきたから僕はしただけだ。別にこちらから急にスプレー持ってモグにシューっていきなり吹きかけたわけではないじゃん。それはみんな見ての通りじゃん。こんにちは。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルです。こっち絶対ボスだな。そんな低いの？知らない、見てない。ここいけないのか。それを本当にモグが望んでいるとでも。おめえが言い出したことだろ、モグが。エゴイストな飼い主はみんなそういう。いやいや、喋ってん。もう言葉発してるから、モグは。犬猫と違って。そんな評価低いんこれ。でもディザスターとかは別に評価高かったよ、確か。アマゾン評価。お前余命3ヶ月の嫁がもう。ああ、なんかやってる。女子全身の誘惑促されたら何の名以下役。うん、まあでもそれは喋ってるやんだけど、急にボディーペインティングするクポって言われて汚ね、ケツしろ。でもちょうどあれじゃん、僕のアイコンと同じようなのになったじゃん。ボスです。このエビデンは嫁に塩分高い。何？嫁に差し入れとかあんの？おい、こいつが駆け込んでくんのか。そういう。やべ。
つ魔法使いなのかよ、こんな見た目して。早っ。こうやって一発ずつぶん殴って。おー、回転切り。もう水をそんなことしてんの、なんかあるかな。ああ、結局グラビルか。飛んでいる敵ならば、敵によっては大ダメージ。夜あります。大ダメージかどうか分かんなくないか。あ、大ダメージじゃないこれ。結構ダメージ食らわした気がする。頑張るクポー。あ、そんなことねえの。むしろ小ダメージか。いや、当たってねえな、これ。意味なす。サンダーいいかも。フェニックスも持っとこう。いやー、地味な戦いだな。なんかボス戦結構地味だよ、派手そうに見えて。やってることが同じの繰り返しだから、パターンがあんまり変わんないから。水が転落することを望んでるよ。そうやね、面白いよ。で4人でやったらもっと面白い。4人でやるとかなかなか無理でしょ。都合合わんやろ。でも子供の頃やるから都合合うのか。普通中学生とかがやってる。中学生が4人でやってるやつを今1人でやってるのかな。あ、本気出す、本気出すやつや。あ、やばい、やばそう、すごくやばそう。何、マジかよ。大丈夫でした。子供が4人。藤井聡太四段について。なんかさ、学校行かなくてもいいみたいな感じらしいんだけど、将棋やってっとき意味わかんなくない。カバディとかでも許されるのかな、学校行かなくても。カバディ世界大会とか、ね、これでもうたまるんじゃないの、雫。3敵で将棋やろう。3月のライオンではその辺どうしてたっけ。そういう話あったの。いや、なんかそれが欠席扱いにならないみたいな話じゃなかった。もちろんどんなスポーツでも許されるよ。大会とかなら、一緒に通ってるそこらのうぞうむぞうとは才能が違うんだよ。中卒のあと1年あと高校入り直してた。止まったけど。完成やん。会社も休みにしてくれ。まあ。3月のライオンを参考にすると学校に居場所はなかったな。いや、まあでもそうなんじゃないの。中学なら行かなくても卒業できるやろ。そういうもんなの。
ケルセアードからの手紙を受け取った。何がライオンなの文化系のなんやかでも授業扱いになってたよ。へえ。そもそも学校行かなくて別にいいだろ。尊弱なるクポ、まあね、でも義務教義なんて社会に出てから何の役にも立たないのにな社会をそのまま社会に将棋社会でやっていくから大丈夫だ。学校行ってたら将棋なんでアキラ 100% が竹内さん。まあね、別にその藤井先生なんかさ、将棋の記者みたいなのがもう藤井先生って呼んでたんだけどさ、藤井先生はまあ別にいいんだけど、それで若い男の先生がすげえ味方してくれるのがなんだか、いかやく3月のライオンの主人公年収750万くらいだったぜ、それ言ったらスポーツすべて役に立たんわ。お兄ちゃん、旅はどう？ちゃんと食べるもの食べてる？仲間の人たちと仲良くやってる？お兄ちゃんをそそっかしいから私すごく心配なの。お兄ちゃんの役に立ちそうなものを送るから使ってね。ほんとや、全く一緒やな。不思議な液体、なんなんこいつ。誰もゲームの話してない。余計なお世話っていうかな。お前妹に仲間いるって嘘ついてんのかお兄ちゃんちゃんと食べてる？食べてます。どうしよう。小学校の頃家族で野球観戦行くからって早退してる人割といなかった。いやー、いい家族やな。仲間がいないということを知らないことを除けばな一応家族にはそうやって言ってるから。ありもしないエピソードをつけてちゃんと手紙にして送ってるから。休んでた子もいたぜ。こういう時とかオリンピックで地元歓迎してみるとムカつく。お前ら何も関係ないや。イカヤク、仲間がいるゲームやったり物を拾わない。忙しいな。お前も一人ぼっちだけどお兄ちゃん頑張るよ。旅行で休んでる人一人ぼっちだってことは伝えないから、家族には。心配するやろ家族は。ハートが一つ増える。もうこればっかりでいいんですけど。ん？今ダメなん？そういうことか。旅行とかディズニーは聞いたことあるけど、子供って単純だから妬まれて浮いてたよね。すでに持ってるからうるせえ。行こう。攻撃魔法防御か。レトルトカレーを晩飯はあかんぞ。おかんかよ。まあ、攻撃、あ、でも魔法だよね。魔法にしよう。魔法にしろよ。伸ばせよ長所よ。はい、頑張ります。魔法で戦っていきます。今後も。鬼山田さん、例のブラックボックス件について一言いいか。ブラック…あれ、もう1年目終わっちゃったけど。あ、そうか、1年目終了です。なるほど。ブラックボックス店は、でも実際あれ、そこに入ったら楽しいんじゃないの。アトラクションだよね、あんなの。5時間並んでくらい部屋で痴漢されて帰るだけの天気。まあ、それはそういう問題がいろいろあったらそれは嫌やけど。ブラックボックス店ってのはなんか2000円だっけ。2000円払って真っ暗闇の部屋に通されてで出てくるっていうだけの、まあ、展示ですね。なんで雫集めてるのかっていうと、このクリスタルっていうものをのおかげで今この村は生活できてるんですけど、要は正気に包まれてるから。この世界は正気に包まれてるから、このクリスタルが正気を払うことができるんですけど、でその正気を払うためにこの雫が必要なんで、それを集めてこなきゃいけないんですね。で今集めてきたところです。これによってクリスタルが活性化します。プレイヤーの場所に代わりの文字が入れてくれてるやん。そうなの、そうなの。でもなんか結構もともとそういうなんていうのアハ体験みたいな意識高い系みたいな人が好んで行ってた展示だったみたいなんですけど、そこでなんか女性が痴漢をされたみたいな被害が多発して今炎上しているところです。村に帰ったら仲間いないってバレるじゃん。仲間はまたそれでそれぞれの村に帰ったんやろ。これ今日記を読んでます。自ら書いた日記を読んでます。
すごいでかい父が映った。ね。ほんまやな。まさかここでジャイアントクラブと戦うことになるとか。なんか入り口で黒人から選別されるんですけど。どこどこ見逃した。運営が参加者にお決めつけ。もう映るかな。情報流せって誓約書書かせてアホが釣られた展示。父映った瞬間唾飲んだやろ。そこまでごくりってなんてないけど。またすごいでかい父が映った。入り口でなんか黒人が人を選別するんですけど、お金払ってもそこで弾かれたらもうおしまい。これ、これ同じ映像ずっと流してるから多分同じ映像流してるからまた映るぞ。これでかい。なんかあるね、おっぱい募金な。説明読んでやれよ。説明っていうか、あ、これこれ近頃のモーグリというのはこんなにもモダンな暮らしをしているのだろうか。これをさ、ずっと繰り返していくゲームなんだろうな。 FFCC。頭のボンボンに触って別れを告げた。これ。もしかしてつまんなくない？いや、まあやってる側はそんなにつまんなくはないんですけど。毎回ウキウキやん。見てる側はつまんないのかもね。モダンな暮らしってなかなか言わんぞ。だいたい自分らもこんな生活してるくせにな。そうか、自分らの生活をモダンって思ってんのか。あ、これ最短クリアだと8、9年ぐらいかも。え、最短で。モーグリは頭のボンボン投げたりしないのかな。ボロンってならんか。もうずっと父だけ映してろ。長えな日記。アルフィタリアのソウルさんの気持ちが少し理解できた気がした。うつ。最短で8、9年なの。これ今1年が終わったとこなんですけど。で、今もう配信はあと30分で終わろうとしてるから。2週間ぐらいかかんのかな。終わるまでにこのゲーム。いや、初代ですね。ホテルと言葉しても7年はかかる。結構かかんだな。100周目で父母がになる。まだキノコの森の話してるやん。あ、鉱山や。鉱山まで行きました。まあ、だからあんまりストーリーというストーリーはないんでしょうね。言って一人きりの思い出を語る。そうやな。初めてのキャラバンの旅が終わって、話に聞いていただけの外の世界は感動と驚きと少しだけ苦難に満ちた場所だった。目を閉じれば今でもはっきりと思い出せる数々の冒険を超えて、無事にミルラの雫を持ち帰ることができたんだ。さて今夜はお祭りだ、楽しもう。数々の父しか思い出せない。ちょいちょいサブストーリーみたいなのはあるよ。へえ。鬼ヶ村の村2年目。いや、また行かなきゃいけないから。また集めに行かなきゃいけないから。そうか、
黒騎士とかいう話あったんですよ。ここのお家の人はお出かけ中クポ。鬼が村の村ってバカすぎない？しまったな、やっぱあの時リセットしとくべきだったのかな。鬼が村の村、改めて見た人にバカにされてしまうの。全然入れねえな。ゴビにクポつけて喋れ。お出かけ中クポ。全然親とかどこにいるクポ。親に挨拶して旅に出たいクポ。これがうちの家族クポ。意外としっくりくる。やった、ミルクをもらえたよ。牛飼いの利点ってそこクポ。64ギル。クポつけて喋れって言った張本人がコビっつってる。張本人なんなん、お出かけ中ばっかりだけど。割引券のこと。割引券のこと。クーポン。語尾にクーポンってつけるって何なんだ。出ます。人間の闇、恐ろしい。ローラン、再び旅立つ前に一つ言っておきたいことが。ちゃんと村に帰ってこい。たとえ雫が取れなくともじゃ、正気を晴らすどころか本人の所在すらわからんぐらいじゃ。それ黒騎士じゃない？これ最終的には黒騎士でしたみたいなことになるんじゃない？必ずこの鬼が村の村に帰ってくるんじゃぞ。雫取らないで帰ってきたら村八分にするんでしょ。それはまあとりあえず、あ、そうってのはなるよね。すいません、雫持ってこえって帰ろうませんでしたってなったら、あ、そうってなる。雫ないと村滅ぶから、友達と一緒にやってる時でもそれ言えるの。さて、あそこの正気ストリームは何だ。なんて、あれを持っているとキャラバンってわかるわけだね。日記に書き留めた。いやマジで暗いやつかよこいつ。特に話しかけるでもなく、火だ。今の己のやつは何だっけ。ゴブリンの壁。今もう火なんだ。おい、あ、なんかそういう感じなんだ。ランダムエンカウントというかイベントが。持って帰らなかったらみんな使って大丈夫だってとか言ってくれるよ。本当かな。そこ行くは鬼ヶ村の。いい感じに使ってくれてる鬼ヶ村を。そちらが処理するはもしや銅ではないか。そうですよ、少々お借りする。いや、有無も言わさずじゃん。新種隕石、かわいいこの丸っこい動物。これを銅のかけらと取り替える気はないか。何言ってんのこいつ。え、銅を銅のかけらと取り替えるってマジで言ってんのこいつ。なんか意味あんのか。いい人ポイント上がった、これで。本当はもっといろんなもんと
取り替えてくれるけど、外れのもんが出てきただけなんじゃないか、あれ。どんだけイベント起きんねん。2年目。1000円を100円と交換できたな。なんかそんな感じするよね。いやー、今日もいい天気だね。この天気のように晴れ晴れした旅になることを祈っているよ。こいつらは何の種族だ。この旅で人として成長できるといいわね。すぐ日記に書き留めんな。何でもねえことを。道端で人に話しかけられただけで、すぐ日記書くな、こいつ。ここは相変わらず何もないのかな。まあ、要はダンジョンをクリアしたら、次の年に行くっていう話かな。そういうゲーム。なんでもないようなことを日記に書いたと思う。なん、あ、これもないってことか。なるほど。雫が失われております。じゃあゴブリンの壁に行きます。セーブします。これが永遠に続いていくんだな。まあでも今日45分ぐらい無駄にしてるから。ん？でも鬼山田も旅先のちょっとしたことツイートしたりすんじゃん。しまった、間違えちゃった。そうやな、そういう感覚で日記を書いてるのか。眠くなる BGM。 これもなんか、でもどこのダンジョンも結構眠くなる BGM だよね。まあそれだけ街道を通る者にとって最も危険な存在である。鬼山田配信楽しい。勇敢なリルティの民によって怖い。街道から危険も取り払われたけれど、楽しいって言ってるやん。魔物たちはなんならもう寝ながらチャット打てるぞ。世界の隅っこで復活の機会を伺っている。このナレーションも眠たくなるしね。例えばゴブリンの壁と呼ばれるこの場所だってそう。光が差せば影が伸びるように、私たちが存在すれば魔物たちも存在し続けるのだろうか。このゲーム配信会で友達とやっといてくんない？どうなんだろうね。やっぱ配信に向いてないかな。毎回コマンドリストって言われて、なんならもう終わろうかという時間に滑り込んできてたの。チーだと大事にしてやれよ。そうやな、アイテムもうパンパンやん。よく見たら大丈夫これ。不思議な液体すごい。これ回復アイテムとか使わないんだけど。平気に大声でワット買えばいいんちゃう。それ不評のやつじゃん。めっちゃ叱られるやつじゃん。売ればいいのにね、全然忘れてたわ。あんま街に行ってないからね。うわ、え、なんか攻撃激しい。二面だから攻撃激しい、敵の攻撃。ブリザード、ケアール。もうだってケアルがあるとさ。どういうキャラで行こうと思ってんの。なんか宝箱あるけど、内部にどこかにスイッチがあるんだね。単純に殴る。え？ブリザード。言ったけど。言いましたけど。ブリザード。
虫釣りな、虫釣りにした方がいいかな。もう昼かでしょ。うずこれ拾えないんかい。拾える壺と拾えない壺の違い何なんだよ。なんかスイッチなくない？最悪の気分だ。寝てたんややっぱり。迷いの色を見せるんじゃないよ。せっかく始めてくれて悪いんだがそうしてくれ。クリスタルクロニクルはゾウに入ってしまう運命なの？いやーどうなんだろう。別に僕としては永久に続けても構わないゲームなんですけど。ナイツ？Wii の？ Wii のナイツの話してる？でもナイツやるってことはバサラとドアラやんなきゃいけないから結構大変じゃない？クリスタルクラニクル上手くない？なんなんすか？配信上にそんなやついねえよ。うちに来てもらわなきゃダメなんだぞ。ちなみに僕は最近やってるゲームに特に関心なく見てるのでどっちでもいいです。この調子で2週目2週目と同じダンジョンに入ることを考えるとマジで継続するか考えた。いかやく2週目3週目と同じダンジョンに入る。同じダンジョンに入って、要はその雫が復活したら同じダンジョンで同じボスと戦ってってこと？いうことになるってこと？それってそれすごいゲームだな。ボスは変わったりするのか。もう正直鬼山田を見ておりゲームは関係ない。雑談配信みたいなことになってしまうわけね。でも友達とやるとすっごく楽しいんですよ。絶対楽しいよ。こんなちょっと変化はある。ゲームの1のファイナルファンタジークリスタルクロニクルはをいかやく。クリスタルクロニクル、クリスタルベアラーはかなり早い段階で見切ったけど、なんか毎回迷うんだよな、マップに。あ、こっち行けんな。ゲームが悪いんじゃなくて配信向きじゃない。まあまあまあそれはそうかなと思うけど。どうしようね。でももうこのどうしようねってなってる段階でもうダメなんじゃないかっていう気はするよね。もう今日で終わりかよ、クリスタルクロニクル。いやでもやろうかな。週に1回チャミンの目を盗んでプレイしよう。そんな俺も友達いないからこういうコンセプトのゲーム好きじゃないんだよね。でも俺鬼山田が敵を倒すたびにガッツポーズしてるよ。そう、めちゃめちゃ一緒になって楽しんでるよ。俺このゲームの楽しさ知ってるから諦めきれない寝てたけど。いや楽しいよ、一人でも。一人でも別に楽しいんですけど。でも時間制限とかじゃないのか。連続攻撃うまいこと出ねえな。このゲームやってて幸せなら手叩いてよ。なんで幸せだと手を叩くんだよ。不自然だろ。人間の感情と体の動きとして。お前がやりたいならやれ、自分を貫け、周りに流されるな。まあ、そうなんだけどさ、配信っても周りがあってのもんじゃん。態度で示そうよって文言が腹立つ。態度で示そうよ。幸せなんでしょ。幸せなら態度で示そうよ。やってる時ずっと足叩いてたよな。足を叩いてた。いよいよ荒木化してきた。それ何なんその荒木化って。でも平常時は手を叩いて音を出すことで威嚇する種類がいるはずだよ。ごめん、言ってもやり続けてた。ジョジョ思い出せ。一番最初に。お店の子ら、お肉さ、その言い方だと何でもムカつく。ミニコンコンコン。もう本当に通常攻撃で十分だな、ザコ。ザコが
でケアルもあるし、それほどダメージはき、やばい、無理、ケアルがあるからそれほどダメージ気にしなくていいしな。ゲームはやる側はいつまでもできるだろうな。早く。確かにな。やっぱある程度 RPG とかだとしてもストーリーとかがあった方が配信上ではいいのかな。魔法使いの意味とは、絶対殴った方が楽だよ。あそこ何もないよ。達人の武器。まああれ参加型だからね、言って視聴者参加型のゲームだったからな。本来想定しているわけではないんだろうけど、まあチャットは増えますよね、どうしても。そうか、あれもゲーム部分特に盛り上がってなかった気がする。こいつと戦ってると俺ですら一瞬不乱にチャックさんの回答してたもん。ピキトリックに金城追加してほしいね。金城が先入れる、入れるよなあそこに。幸せならそう叩こうって身内で歌ってたの、耳にしたのをパクってレコード出したって。何それ、身内で歌ってたのを耳にしたのをパクってレコード出した。ゾナーな、ゾナーも結構、いやあんまり下手に出られてもなはって感じになるけど、めっちゃ面白い話やんそれ。何の話、何か悲しい悲しい話を聞かされた気がする。全盛期はファイナルファンタジー13シリーズを走り抜けてる時だよ。初期の初期やん。ゾナーなども可愛い小学生の抜きどころも良かった。3時間経ったからしっかりストレッチしな。はい、ありがとうございます。毎回言ってくれるわ。木村と嫉妬が仲間内の愛称家として歌われていたのを偶然坂本久が耳、坂本九が、え、あれって坂本九が歌ってたの。ファミフィー大玉ゾナー、ファミリーフィッシングな、大玉ね。この辺は確かにな。でもなんていうのかな、ファイナルファンタジー13やってたらコメントは世界観叩きが多かったような気がするし、どうなってたんだろうな。途中かなり苦行的なことやってたからね、13のとこ。普通の例えばアクションゲームってさ、一切ストーリーがないようなやつも、あ、そうか、まあこのゲームとはまた違うか、結構簡単っていうのもあるよな、このゲームが。いや、あの FF じゃねえわ、 PS4 がないんで申し訳ないんですけど、うちにある最新機は Wii なんでできないんですよ。そうなの。今回こちらから何やっても叩かれるよ。え、今こじった？え、いや、そういう、いや、こじってないです。私送りますよ。Xbox 版もあるよ。Xbox 版あんの？FF15？ 初耳です。360？ キレートレモンかよ。どうだ、イライラしてきたか？何が？あ、このゲームに反対されてってこと？まあでもよくあることだからな。ウィッシュリス
ストチラチラ見るのやめて。フィッシュリストねえだろ。ウィッシュリスト公開しておりません。ウィッシュリスト、公開する気もありません。もし僕がアマゾンの欲しいものリストを公開し始めたら、その時は殺してください。なんか何気にマップめちゃめちゃ広いな、ここ。残念だな。その暁にはエナジーボンボンで殴り殺すよ。いや、勝手に死んでもらっていいですか。殺人を犯してください。その時は そして逮捕されて人生を棒に振ってください。今の松本に一緒見せるように昔の配信見せてやる。見たけどな。 FF13 で見てないか。ジョジョのフリーゲームやってる配信を1周年の時見たけどね。親密な間柄になった人だけに公開してるウィッシュリストあると聞いたんですけど、鬼山さん、懐かそれ。いからく振り返りはもう誰に聞いたんだよ。親密な関係の人間がどこに。うん、大丈夫か。スタンド攻撃かな。ちゃんとこれ戻ってきた。今戻ってきた。臭くない。名古屋駅の掲示板にウィッシュリスト公開してるってま。掲示板あるんか今。いや、おめえは死なせねえ。俺の元で新たな人生を送らせてやるよ。死んだ方がマシだ。誰なん。どういう感じのキャラを想定したセリフなんだ。牛島くんみたいな感じかな。疲れてんじゃねえ。二度と疲れるんじゃねえぞ。めちゃめちゃ広いな、マホブ。しまった。大喜利くん、そんなに幸不幸せになってほしくねえな、大喜利くんには。これしかしマップ分かりづらいな。アーティファクトがあるからいちいち宝箱は取っていこう。やった、グリーンベレー。いいから早く答えるんだよとか催促されてそう。それはつらいやろ。ただただ大喜利が好きなだけだったのに。あれが進む先かな。なんか道と行き止まりあんだよな。これモーグリの巣じゃねえか。今週の金曜だっけ。いや、7月7日の夜に大喜利配信をする予定であります。ぜひね、ご家族でご応募ください。明日あるの？明日の配信は夜だけあります。幻想水湖伝3です。全音沖縄にちなんだ。今日の夜も、うん、明日の22時ぐらい七夕らしい飾り付け頼む。今日の22時も幻想水湖伝3を配信します。今日はゲド編。
赤い部分ってどこのこと？マジかよ。マジか。粘土まだ買ってねえんだ僕。粘土買うの土曜日になるかもしれない。向こうの暖炉に蹴り飛ばせ。なんでそんなひどいことを言うんですか。こいつがいないとアーティファクトを常に自分で持ってなきゃいけないんだぞ。アーティファクトじゃないよ。大変だなこれ。なんか粘土大喜利に似てます。気持ちよさそうですね。ちょっと炙るだけだよ。友達のの何のために炙るんだよ。たまに魔法持ってくれるんだぞこいつ。これこのさやつめっちゃ時間かかるな。しかしじゃあ緑で塗っとこうかな。なんでちょっと右側についちゃうんだこれ。なんでちょっと右側についちゃうんだ。しまったな。ウォーターメロンかな。何のボンボンついとるやんってゲームをやった。やってない。何のコンセプトもなく。デスクリムゾン。これ動物虐待。いや、何度も言っていますが、ボディーペイントしてくれるクポっつって今も言ったでしょ。なかなかいいクポって言ってるやん。ほら、なかなかいいクポって言ってるやん。加害者は見ない器用にそういうのだ。世辞だよ。世辞。モーグリが世辞を言うなよ。かわいそうに脅されてるんだね。何ちょっと社会的な感じを身につけるやつだ。やっぱり1000円カットはダメクポ。よし、これでいいやろ。なんかこの辺ムラがすごいな。もうシンナーの匂いで頭いてんだよ。そう言わないとブツンでしょ。そんなひどいことをするわけがないでしょ。大阪のおばちゃん。よし、モグスタンプや。毛を刈り尽くしてやれよ。捨てられた羊みてえによ。これはあれかな。あ、なんかいいじゃん。カラフルになったじゃん。ほら、どちらを向いてもなんか色が見えるからすごく良くないですか。犬に困難して散歩してたら道行く人からすら一言もらえそう。スタンプで嬉しそうなのなんか哀れや。フランスかイタリアかみたいな。いいじゃん。なんかサーカスのピエロみたいだね。イタリア感あるね。これもうわかんねえよ。焼き印みたいなの押すのかと思った。モグスタンプを集めるとマルチ専用のミニゲームができるようになります。毎回道に迷うな。ダンジョンさっき来たけどさ、この宝箱とか取ってないんだよね。この上があるはずだよね。なんかこれ壊れそうじゃない。タドとやることのないマルチのな。僕いけないんだよな。ロゴマークくらい書いてやれよ。いや難しいんだよめっちゃ。あのスプレー缶を操作するの。なんか道に迷ってしまうな。ん？あ、こっちか。こっちや。ん？いや結局降りてきてるよ。横になります。こっちも行ったもんな。マリオの洞窟の BGM に似てるね。ててこんな音楽やった。でも確かに眠くなるよな。風
各ミュージック全てが。そっち。この上？上？下？下？上は。ここだ、来たとこだもんな。要は。こっちだよ。絶対迷う。こっちだよ。左だ右だ中だ、そこ。上だ、チンだ。めんどくせえ。最後はアッパーだ。あ、やった。敵がいるってことはこっちか。壺ってなんか攻撃に利用したりできるのかな。いやーなんかないんすよ。びっくりだよな。敵めっちゃおるやん。壺割ったところにブリザードかけてみ。ほう、かけます。マックアンやろ。一人だとないんか。これが古戦の BGM ないの。ないですね。常にマップこの感じです。めっちゃ敵出んな、マジで。しかもブリザードしかなくない、今って。どうやったかな。ケアル、クリア、ブリザード。あ、ブリザードが2個挟んだもんか。何気に死にそうだな。はあ、頑張るクポ。よし。ん？何これ。アイテムいっぱいか。このひょうたんみたいなやつ。頑張るクポ、投げやり。あいつはもうあれしか言わないから、ね、そうっすね。もう敵めっちゃ出るな。食い物はこまめにつまんでもいいかもね。使わないよね、あんまり。あ、めっちゃ来るやん。食べるか。ちょっとおつまみをいただきます。人参をね。ちょっとの間防御力が上がるよ。くっす。はい。ブリザラ強いな。よし、メイジマッシャー。宝箱は一応取ろう。あそこもうボスだろうな。じゃあ今日はここのボスを倒して終わりかな。どうしようかな。まあやろうかな、クリスタルクロニクルは。永久にこれが続くのかもしれんけど。え、どこ宝箱あったの。え、あ、こっちか。これや。え、なんでここにもあるじゃん宝箱。やった、レシピ、鉄の兜。あれ、もう一個スイッチあったのか。完全に見逃してたけど。目が光ってるの、なんで叩かないん。さっき叩いてなかった。
ていうか今いた？一個逃してたのか。超めんどくさいじゃん。マップ暗すぎるよなこれ。全然わかんないじゃん。あ、本当だ。めちゃめちゃ逃してるわ。めんどくさ。まあ、取りに行くけどね。こいつすぐ疲れんな。鍛えてねえのかよ。はい。間違えた。いまだにボタン間違えるわ。ついてきてくれるってのがもう分かってるから。あ、なんすかこれ。なんか石板みたいなの入ってたけど。またいっぱいやんな。嘘、さっき使ってなかった。あ、今そうか、レシピ拾ったからか。もうマジでもう行かなきゃな、道具屋に。ミスリルの鎧、レシピもアイテムに入るんだもんな。ボス倒し時は手に入らないか、別にアイテムは。じゃあもうここクリアしたらとっとと町に行こう。ボスです。雑魚といっぱい戦わなきゃいけない感じかな。狭っ。なんかまがまがしい何か悪いことしてたやろ多分。殺す。バカ。いやー湧いて出たな。いやーちょっと待て待て待て。ちょっと待て待て待て。いや多いな。ちょ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 。死ぬ。マジかこれ。回復しよう。こいつ倒してもしょうがねえか。湧いて出るんだからどうする。もうやべえだろ。
ダメだ、魔法使ってらんないよ、こいつら戦うとき。ブリザラだからか。ブリザードにした方がいいかな。なんか忙しいね。フェニックスの襲う人か。ダメだ、こいつらもう殴ろう。魔法使いとしての矜持を捨てて殴ろう。出ないよ、そんな。こいつらみんなスーパーアーマーだからさ、こちらもダメージを食らいながら殴るしかないんだよ。届かないよな、これ。ゲームやから。どこがって何？ケアルとか使ってるやん。ケアル。ケアルとかブリザードとか使ってるから、ファイナルファンタジーだよ。やばいな。これあれだな。状態異常か。いやとケアルでなんかそういういい感じのやつ出ねえのかな。ほんとケアルがやべ、くっそこい、おい出られん、はめられてるぞ。ぶね、そんなことある？なんでやろね。まあでも一応直しておいた方がいいんじゃないか。どこすごくない？結構簡単に回復できちゃうから。マジでこれ4人プレイだったらすげえ簡単なんじゃない？いくらボスが多少強くなってるっつってもさ、ケアル役置いとけば無限に回復できるじゃん。倒せそう。倒しました。そういう意味の難易度がある。本日もご視聴いただきありがとうございました。今日の夜は幻想水湖伝3を予定しております。より低い点数が。いや別にやってる側はそんなにあれなんですけど、面白いんですけど。君には感情というものがないのか。本日もご視聴いただきありがとうございました。少な、序盤も序盤ですよ。まだまあね、これででも能力値全然上げてないけど、ステータス全然上げてないけど。なんでそんないやらしい言い方なの。10点満点中55点、まだ100分の1。100分の1なの。それはそれで結構絶望的やん。
なんだあいつ気持ち悪い。なんかそういう感じの放送を聞くと物悲しくなってくる。ストーリーに学校を思い出すのかな。ストーリーというストーリーないからな今んとこ。黒騎士っていう単語ぐらいしか。しましまリンゴが鳴る頃だけど思い出さないか。もっと小さい頃畑のリンゴ盗み食いしようとしてえらい目にあったよな。お前にはまん丸コーンをあげよう。座ると終わり。殴り攻撃に耐える。すごいすごいすごい、めっちゃ高得点やん。やった、1位です。鬼山田1位になるとこの中から自由に選べるから。魔法攻撃、魔法、魔法、魔法以外必要ない。一人中一位、トップでありワーストでもある。2くらいはいるの？2位はいないですね今日はね。はい、イベント。何、なんか1くらいおめでとうな。ありがとうございます。え、なんか大変そうじゃん。よう、元気かい。噂の黒騎士に会っちまってさ、一度手合わせしたいみたいと思っていたから声をかけたんだが、あれは武道とかそんな生優しいもんじゃなかったわ。突然何かわめきながら暴れ出しやがって、話もできねえ。相当やばそうなやつだ。はい、突然わめきながら暴れ散らすのか。現実世界でもよくある。まれによくあるな。電車によくいるよね。緊張感増すよな電車の中で。お目見えするとよいしょ。お疲れ様です。夜もやります。幻想水滸伝3っていう面白いゲームをやります。ゲド編の2章からです。お疲れ様です。仲間が倒れてるのにあいつら白状じゃね。まあでも死んではいないんですよね。あの10時ぐらいからやります。お疲れ様です。クリスさん終わったのか。クリス編は終わりました。ヒューゴ編も終わりました。あとはゲド編を残すのみとなっております。気が乗らなければやりません。気が乗らないかったとしてもやります。気が乗らないなぁと思いながらやります。お疲れ様です。ゲド戦記はつまらないからなぁ。ゲド編ね。現地取ったぞ。クリス終わったから今相当やる気はないよ。幻水は普通に楽しんでるから見れるよね。クリスタルクロニクル楽しんでねえ見てるじゃん。お疲れ様です。